FM 93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツザラディオショー、招待賞犬井君子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時を回りました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。花輪信之です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。はい、ナイツザラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。今日ははい、広報の方が見学に来てますね。オレンジページの。あ、はい、私がウェブで連載をしている、はい、うん、オレンジページの広報の E さんとかが来てるんですか。 E さんがいらっしゃる。名前言えないドデカ料理の記事をねやってるオレンジページの方がお二人で、ね、見学に来てますよ。ありがたいです。お菓子もいただいて、お菓子いただきましたね。美味しかったですね。今とりあえずあれですね、うん、ドデカエビフライとドデカカヌレを、うん、ドデカカヌレいいね。第2弾はドデカカヌレでしたか。はい、カヌレでしたね。作れたの、ドデカカヌレ。作れました。カヌレ好きじゃないですか、みんな。美味しい。美味しい。で、1個だとちょっと小さいから、うん、もうちょっと食べたいなってなるじゃないですか。まあまあそうだね。何個も食べる。でもちょっとお高いじゃないですか。だから2個目に手出しづらいじゃないですか。うん、だからちょっとでっかいの作っちゃえばいいんじゃねっていう。でもあれさ、焼き加減結構難しい、はい、そうだよ、中の。そうですね、うん。難しいですけど、まあ確認しつつ、作りました、うん。全然減らない。食べても食べても減らない。1個がでかいから、うん。全然減らなかったですね。ちゃんとこう、はい、外がこうカリッとして、うん、中がしっとりで。しっとりになるんだ。はい、ありました。めちゃくちゃ美味しかったです。あれでも作れるっていうことは、はい、なんでもともとあんなちっちゃい基準にしてるのかっていう話だよね。うん、ちょっとちっちゃいよね、確かに。まあ確かに。もうちょっと大きくてもいいよね。なんか。基本が。まあ、ちっちゃい方がなんか、うん、なんかお上品なんじゃないかなっていうところなんじゃないですか。自分上品とか関係ないんで。はい、だって、そうだよね。はい。別に、でかくてりゃ、ね、テンション上がるじゃないですか。いや、普通に売ってる、うん、俺サイズであれで全然いいけどね。え？あれが、ちっちゃいっていうのは、タピオカだってちっちゃすぎる。タピオカだってちっちゃすぎるじゃん。あんな好きだったらもうボンって入れればいい。吸えないじゃん。いや、ボンって入れればいいじゃん。でかい。ストローで吸える。手でにちゃにちゃ食いながら。そんなんで食いたくないのよ。もうタピオカ好きだけど。何粒か入ってくるぐらいで一吸いで、それがちょうどいいんだけど。カヌレでかい方がいいでしょ。でかい方がいいってあんま思ったことないんだよな。いや、でかいってやっぱ夢ありますよね。ちっちゃいよりはね。まあそうですね。ちっちゃいのも美味しいのももちろんありますけど、だったらでかいのもあってもいいよねっていう感じです。味が変わんないんだったらまあいいけどね。ああ、まあ。ちょっとやっぱり、焼き加減と、まあ、どうなんだろうなっていうのは。あの大きさが一番美味しいんじゃないの？あとなんか食べ方もさ。いや、カヌレをこうフォークとケーキで切るとかってなってくると変わってくるので、ね。まあ正直。一口でいきたいね。まあ正直、その、やっぱでかいと、うん、その、まあ餃子も作りましたけど、うん、あ、まあ今までタワーハンバーガーとか、プリン、デカプリンとか、デカ茶碗蒸しとか、ハンバーグとか、いっぱい作ってきましたけど、家で。まあまあ、出来上がりが一番テンション上がります。作品だもんね。作品が、うんうん、食べる瞬間じゃない。食べる瞬間に関しては、うん、その慣れてないっていうのもあって、うん、だ餃子とかはまあちょっとバラバラなんで食べづらいだけだろ。食べづらいですけど、うん、違う、もうみんなで楽しく、あ、こんなんできたねっていう、うん、夢の感じがやっぱり一番すごいです。あとはもうみんなでこう、口に入っちゃえば一緒だみたいなことでしょ、うん、いや、言い方あれですけど。まあそうですね。食べる時よりもできた瞬間がやっぱ一番楽しいんだ。テンション上がるっすね。やっぱ食べやすさだもんね。結局は。まあ食べやすい。食べやすいサイズになってんだもんね、普段から。置いてあるやつ。企業の人とかめっちゃ考えない。プリンだってあの大きさでいいんだよ。だね、いいって言うんでしょうね、皆さんは。だから、その基準があるからこそ外してもいいんじゃないって、そのでかいのがあったらなっていう夢を、夢をね、一旦叶えるっていうのは自分の中でいいなと思って。せっかくオレンジピザ来てんのに、もう。どか鼻から否定するような感じになっちゃって、すいません。いや、楽しいですよ。でも、2023の抱負で、でかグルメを作るっていうのがあったんで、うん、今までその後輩、だ青木マッチョ先生とかと作ってたじゃないですか。うんうん、それはもうこういう自分の2023の夢を叶えるために作ってきたら、うん、オレンジページさんが作りませんかって言ってくださったんで、ね、スタートしたってすごい、ね、ありがたいですよね。すごいよね、だよね、はい、オレンジページね、今本これ何月号だっけな、うん、あるんだけど、はい、片付け
術とか書いてあるのよ、うんはいはい、これ見てさ、はい、片付けしようと思ってたから、うんうんうん、あのコードがいっぱいうちいっぱいあるのよコード、うんうん、コード、はい、コードケースに入れたら、うん、コードがまとまるよって書いてあったから、うん、俺今アマゾンでコードケース買った。いやオレンジベージーあの早、うん、いやいや、うん、いやいいんですけどね、うん、今いいんですけどね、うん、まあ、うん、まあ結構料理メインなんであごめんなさい料理メインはドデカグルメの、まあ、まあまあそうですね、うんうん、まあ良かったですけどね、うんうんうん、いろんなだから生活の知恵が載ってるってことね、うん、載ってますよ、うん、そうそう載ってる。この傘のやつだけ、うんあの傘のね、うん、傘を綺麗に見せる方法には畳むって、はい、そりゃそうだろうと思ったんですよ傘片付け術、うん、いいじゃん傘を綺麗に畳むそりゃそうだろういいそここだけすみませんわかんないオレンジベージュ分かんないですか畳んだら綺麗になるんだっていう人もいるかもしれない、うん、美味しそうだねご飯が、ね、いやそうなんですよね鍋とか食べたくなるねオレンジベージュ見てたら写真の力が絵力がすごいねめっちゃうまそうに撮るねめちゃくちゃうまそうよめっちゃうまそうだよロールキャベツそれえ何それキャベツと白菜だよ白菜と何、うん、白菜ステーキ白菜ステーキめっちゃうまそうだね何これ白菜ステーキだってどういうことベーコンソースがけえ白菜ステーキもう焼いただけってことですか、うん、これはねだから後で全部写メ撮って全部あのツイッターにあげますので、うん、ダメですか勝手に中身全部勝手にあげちゃダメ、うん、あダメなんだそれよくない買い上げください良くないやつです問題のやつでしょ問題のやつです本人は良かれと思って言ってる、うん、海賊です海賊海賊だね、よかったら皆さんね、ねぜひぜひ白菜と大根さえあればという今月号でございますので、ねうんまあ、冬野菜でね一番美味しい時期ですから白菜と大根またなんかあれですよね家であのチーズフォンデューパーティーをあ昨日してきましたよ、うん、あ昨日かやったらしいですけどもねなんか減量してたあの、うん、バビロンののり先生が、うん、そのチーズフォンデューが食べたいということで、うん、ちょっと開催しまして、うんはい、美味しかった初めて減量していたんですか、はい、減量してなんか、まあ、コンテストみたいなの出てて、でずっとなんか筋肉芸人だから筋肉芸人なんで、うんで何が食べたいかって言ったらもうチーズフォンデュやりたいですみたいななんでチーズフォンデュいやわかんないチーズが好きなんだよみたいなうんあじゃあチーズフォンデュやりましょうってうん、うん、初めて家でやりましたねでまあ他のマッチョも呼んだんでしょう若手マッチョ部のゆうたろう先生と青木マッチョ先生と4人でやりました、うんうん、あ4人で若手マッチョ部っていうコンビ名ユニットですかねもともとカントリーテールのゆうたろう先生だったんですけどカントリーテールがちょっと解散されたので、うんうん若手マッチョ部のゆうたろう先生になりましたカントリーテールっていうコンビでやってた、はい、あそうですそれちょっとあの解散して、はい、若手マッチョ部っていうのはまたコンビではないんでしょ、はい、そうですね、うん、ユニットバビロンのり先生とあと、うん西ダックス先生と、うんそうかリボルバースヘッド先生とリボ先生もリボ先生もいるのかな、うん、そうまあそういうユニットがユニットでなんか大会とか出てんだよね、うんうん、そう M1 とかもやったり、ね、あそうなんだ、はい、みんなあれだクリスタルジムの先生あ先生ジムの先生です、うんうんうん、呼んでそうそうそうやりましたチーズフォンデュなんかイメージチーズを溶かせばできるって思うじゃないですか、うんうん、じゃなくていろいろお酒混ぜたり、うん、その片栗粉とかその小麦粉混ぜたり、チーズに混ぜたり、うん、味付け下味があるんだチーズフォンデュにも下味っていうか、分離させないようにというか油が出るじゃないですか、うん、それがならないようにその粉をつけるみたいな感じあそうなんだでニンニクをちょっと入れたりとかして、うんうんうん、で酒が、最初白ワインって書いてあったんですけど、うん、うちに日本酒しかなかったんで、うん、日本酒で作ってで日本酒もなくなったんでウイスキーでやったらウイスキーのチーズフォンデュがもうアルコール全然飛ばなくて、うん、もうみんな泥酔してチーズで酔うのチーズで酔ういやちょっとなさこれちょっと しんどいっす面白いそんなに酒入れるんだ、うん、結構伸ばすのに入れたんですけどねちょっとアルコールの飛ばしが弱くて、うんうん、すごい酔っ払っちゃうその、 あの専用のキットが鍋があるのはいちょっと一応仕入れてやってみたんですけど、赤身肉とアスパラと魚介系とか入れましたね、うんうん、自分で買ったのイントネーションが自分で買ったの買ったの、うん、あのスーパーでみんなで何入れたいかみたいなキット買いました2000円ぐらいだったかな、そんな安いなんか安かったですたこ焼き器感覚で買いましたけど、うんうんうん
美味しかった。めちゃくちゃ食いそうだね、この4人ね。食べましたね。途中なんかご飯食いてってなって。まあ一応ご飯炊いといたんで。あ、そう。チーズフォンデュだけど結局。ご飯が、パンとかをさ、チーズつけて食べるんじゃないの？パンも焼きました、ね。パンもやりながらご飯も行くの？はい、梅干しご飯みたいな。もう腹減ってるだけじゃん、それ。一応玄米ともち麦とかの雑穀米とか作って、まあ炊いといて。そうっすね。いいね。うのやったりして。ああ、楽しそうだ、ね。その時はもうみんな関係ないんだ。こう、筋肉の人だから、ちょっとこれ以上はカロリーとかって考えないで食べるんだ。あ、みんな、その、うん、外食に関しては気にしないで食べるっていう。っていう感じなんで、家で一人の時は、うん、その、まあ、オートミールだったりとか、脂質を抑えたご飯にシフトしたりとしてるみたいです。でもなんか、チーズフォンデュだったら、うん、ほんとね、うん、お肉ばっかりだったら全然、なんか、ね、まあでも脂質高い。脂質ないじゃん、だって。チーズに。チーズにあるじゃん。あ、チーズにあるの？はい、チーズ油すごいんで。そっか。はい、じゃやっぱり、普段はあんまりやらない。あんまり取らないと思いますね。牛乳でしょ、だってチーズって。牛乳っていうか、まあ、乳製品、ね、乳製品そんな油あんの？油脂質はめっちゃあります、ね、油浮くじゃないですかチーズって、うん、あ、ものによりますけどカッテージチーズとかだとちょっと抑えられてる、そっか、モッツァレラとか、はい、そうね、油もダメになってきちゃったんですもんね、ナイツさん、あ、そう、完全に食べれないものが出てきた、うん、なんかね、うん、年取って、うん、で昔子供の頃嫌いだったものとかも、うん、食べれるようになってくるけど、うん、逆に、うん、ウドとかウドとか、ウドの良さとか一番最初にウドの料理とか、うん、なんか、うん、そう、ホヤとかそういうものも食べれるようになってきた、うん、逆に脂っこいもの、とんかつとか、うん、な、俺はもうあれだね、焼肉のカルビ、カルビがもうちょっときつくなってきて、嫌になっちゃう、脂っぽいのが、うん、ダメですか、何枚食べれます、いや、もうカルビは食べない、焼肉って食べないんです、うん、何食べるんですか、え、ロースと、うん、もう牛タンと、牛タン割と油ありますね、うん、まあ、え、牛タンある、油結構あるけど、うん、でもやっぱり落ちないじゃん、全然下に牛タン油閉じ込めちゃうじゃないですか、ああ、そっか、逆にね、牛タンもそれなりに油はあるけど、うん、でもやっぱりカルビに比べたら全然楽、うん、カルビはやっぱり、あ、そう、カルビ、まあでも俺衣がダメかもしれない、もう、ああ、揚げ物ですか、揚げ物の、うん、へえ、な、とんかつ、とんかつだね、唐揚げとか、うん、あ、まあ、とんかつだね、ああ、うん、とんかつ何食べます、そういうロースとかなんかあるじゃないですか、いや、もうヒレなんだけど、なんかでも脳でロース食いたいってなってる、うん、いつも分かる、脳でなんか知んないけどダメなのに頼んじゃってるのよ、わかる、食ってなんか、まあ、もうやっぱ長年培われたそうそうそう、せっかくとんかつ機でヒレはないよっていうのがあるからロースのロースのになってるからなっちゃう、ね、で頼んで食べた時に後悔するんだよね、またかよってなって、それでなんかご飯を多めとかに しなくて、初めにご飯少なめでって言っちゃ頼んでるから、おかわりするのわけわかんないじゃん、何こいつ少なめのおかわりするの、いやだからやべえご飯足りねえってなってきて、で、なんか、味噌汁も、おしゃれなところだと半分ぐらいしか入ってないから、味噌汁足りねえみたいになってきて、ウーロン茶を追加して頼んで、汁物だから。ウーロン茶で、なんとか食べきったけどね、お前も。食べれない。衣がダメなんですね。うん、なんかちょっと油っこいのが。天ぷらとかも大丈夫。天ぷらなんかもういい天ぷら食べてないね。ああ、本当に。やっぱ油によりますかね、そのお店の。なんか古い油使ったりとか、ね、揚げる油によるのか。まあ、コロナ禍で買った、さっきのその、はい、チーズフォンデューのキットじゃないけど、はい、俺チョコレートフォンデュー、はい、機械をさ、あ、チョコファウンテンみたいな。買ったんだよ。あ、ちゃんとこう上に上がって、うん、落ちてくるやつ、ね、コロナ禍で子供たち喜ぶかなと思って。はいはい、まあ、1回か2回やったんだけど、はい、一昨日ぐらいに粗大ゴミなんか捨てられてた、すげえ悲しかったんだ、悲しいね、うん、終わり、うん、ああ、もう終わりなんだ、やらないんだって、そうなんだよ、ね、うん、コロナ禍で買ったおもちゃがどんどん捨てられてくるな、あの時なんかめちゃくちゃ買ったやなんか流しそうめん機とか、流しそうめん機は、なんかかき氷機とか、あ、かき氷機とか、なんかそういうのいっぱいありそうだね、いっぱいある、確かに、家で流しそうめんしました、今うちはしなかったけど、うん、なんかやってる、うん、とことかあったよ、なんかうちまだキティちゃんの流しそうめん機は、これはって言ったら、これはまだ大丈夫、使うんで、セーフだった、
でもチョコフォンデュキはもうチョコフォンデュキはなんか、うんうん、ダメですか、絶対壊れたいのになんかこ、うん、壊れてるって言い張るから、あと一番マジで邪魔なのがあのトランポリン、あ、運動不足で買ったから、はいはいはい、2020年に、うんうんうん、トランポリンがむっちゃ邪魔で今分解してんだけど、うちもあったけどいつの間にかなくなった、捨てちゃったのか、何キロまで大丈夫なやつですか、あそれによってはちょっと欲しいけど、それいや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 、やらないでしょ、いやトランポリンめちゃくちゃ好きだから、いやめっちゃ好きなんですよマジで、トランポリンが絶対トランポリンめっちゃ楽しくないですか、1階じゃない、1階だ、何階建てに住んでるの、ちょっと言えないですけど、言えよそんなまあでも普通にそんなそれだけで突き止められないだろ、2階以上です、下にはやめた方がいいよ、えドンドンってなっちゃうから、下にだってトランポリン床につかなくないですか、浮いてるから、いやでも、いやでもやっぱりギシギシ言うよ、ギシギシ言うよ、このまま乗ったっていうよ、それは、うんうん、えくれないってことですかめちゃくちゃ、めちゃくちゃ寂しそうに。欲しいんだったら、これラジオショーのメンバーで、本当にもらったりしてたからね、俺、うん、ケイちゃんにベンチもらったけど、マジでいらないからね。マジいらないからね。なんか死んだけど欲しいと思っちゃったんだけど。ちょっと劇団で使ったやつでしょ、それはね。小道具として使って。劇団でも使わなかったんだよ。使わなかった結果嘘本当だから、まあ、なんかベランダに、あります、一応置いてある、ベランダ、俺はタバコ吸わないけど、うち、ん、に泊まりきった、たまに遊び来た時に、うん、タバコ吸う人のようにこう、うん、外に置いてある、外に置いてある、うん、ありますね、トランポリンは、そうそうそう、トランポリンはもう屋根裏部屋に今分解して、分解収納して、子供が乗らなかったらもういらないよ、でも大人が乗っても天井にもさついちゃうから、もうジャンプジャンプであんまり、まああんまりそうだよね、高くやるとね、そうそう、うんうん、トランポリンやりたいな、いや、あのやったことあるの？あります。でっかいとこで。でっかいとこあります。うん、それこそロンハーです。ロンハーでやりましたよ。ロンハーでやったの？昔、はい。ロンハーで、はい、メガネぶっ飛びました。ロンハーでトランポリンやる企画あったの？全力で。まあこう上に飛ぶのはできるけどね。横にこうやったりするとちょっと怖いな、やっぱり、ま。横はだってもう地面ですもんね。うんうん、もうなんかこう、うん、こう動いたりさ。うん、技とか無理でしょ。一回座るとかさ。どんぐらいの高さですか？高さ、トランポリンの高さ、高さ、あの足からその上の、あ、家でやるやつ、はい、もう全然このオレンジページぐらいです、ちっさ、オレンジページは低いぐらいです、低いぐらいです、そうよ、高さはないよね、家庭用のトランポリン、家庭用のトランポリンなんかもう本当このぐらいの足しか、そんなにこうたゆまない、2、30センチぐらいの足にこう丸いやつでなんか怪我しないようにこう、バネ、うん、やって、まあね、ポン、まあ子供がだってちっちゃい子がまあまあ、いけるか。いやいや、いけるか。いや、まあ、マジで、助かるけどね、いらねえから。欲しいなぁ。ちょっと体型というか、その、体荷重の、その、何キロまでっていう表示は見てください。一応ね。一旦。近所にね、その、はい、トランポリンとか自分で買ったんだけど、はい、あの、世界中を旅して、おじいちゃんがいるの、その人のところにたまに行くと、うん、そのなんかもう俺も長くないからっつって、うん、もらうのよ、これ持って帰ってくださいとかっつって、でこの前もうなんかバカでかい象の、うん、なんか置物みたいのを、うん、これをもらったんだよね、うん、で一応まあ俺もなんか YouTube の部屋があって、そこになんか見栄えがいいから、うん、あの YouTube の撮影の後ろのとこにフィギュアみたいなの置いてんだけど、結構バカでかいってどれぐらい、結構まあでも、うん、結構お、まあ、このぐらいのなんかフィギュアにしたらでかい陶器みたいにできてるんだけど、でこの前行ったら、あーさんって言って忘れてましたって、これ2つでセットですって、同じ反対側に今度向いた象のあ行運行みたいな、あ行あうんみたいなやつ、まあ、辞書ぐらいの大きさね、辞書ぐらいの象が、そうそう、あぐらかいてる感じのやつですか、横になんか象がなってるやつがさ、へえ、ガネーション結構高かったりするんじゃない、多分高いんだろうけどね、ちょっと見たいな、そういうのってなんかね、はい、捨てにくいしね。まあ確かに、うん。最近思うよね、実家帰ってもどうすんだろう最後、うん。実家に人形とかあるでしょ。うん、ありますね、昔からある。ど
どうすんだろうなみたいな、誰かもらう人いんのかなとかさ。確かにうちの母親になんかこの前、うちに拳銃があるんだけどこれどうしたらいいのワンデーじゃねえワンデーのレストランじゃないんだから何ですか拳銃は。大沢孝さんの、大沢孝さんのシェフが、うん、わけわかんないドラマ、ワンデーの拳銃じゃないんだ、わけわかんないドラマって言ってわかんないですけど、ね、えなんかそのまあモデルガンっていうか、なんか飾る用のやつみたいな、うん、ちっちゃいやつがある、それは誰の趣味で、趣味なのかな。いや、わかんないんですよ。なんでわかんないんだよ。いや、知らないですもん。だって言われて。なんか、歴代。漁師さんがいたとか。いや、わかんないです。なんか、いただき物なのか、なんか、本当に箱っていうか、なんか、その、バイクの、その、ちっちゃい、すごい、なんか、ちっちゃいのに、すごく重い、なんか、プラモデルじゃないですよね。なんつったらいいんだろうな。モデルガンみたいなんだよね。みたいな。どうしたらいいんだろう、ね。でも、買ったよね、昔子供の頃ね、モデルガンって。流行った。BB弾ね。BB弾ね、うん。結構みんな持ってたけど。重いんだよねって言ってたから、ちょっと怖いな。重いの怖いくないモノホンの可能性ある。いや、それはないですけど、さすがに。いや、すごいね。ね、だから捨てづらいですよね、うん、でもね。確かに、ね。実家のね、うん、整理したいですよね。したいね。うん、整理をしたい、とにかく。なんか。そうですね。年末になると、とにかくもう。あ、まあね。整理したい、ほんとに。掃除とかね、結構そろそろ。うん、もう、1ヶ月ちょいで来年ですけど。わあ。そうなんだよ。ですけど。早いよね。来年ですけどだね、ほんとに。ですけど、大掃除どうするんですか、うん、いつもやってます、大掃除でしょ。うん。お掃除大変ですよね。大々的なやつはもうやってない。うん、もうずっと衣替えぐらいからなんかもう少しずつ捨ててって、うん、これぐらいでいいかでもう年明けるね。ああ確かに。うち窓を、うんうん、あの今住んでる方の窓が、うん、窓っていうかその網戸が開かない網戸なんですよ。うんうん、ああなんか取れないんだ。取れないから。うんうんうん、網戸って一番汚れるじゃないですか、うん、汚れる掃除ができないんですよね、そこずっと。じゃあもう全開になることないんだ。ないです、1ミリも開かない状態のやつなんで、こっち側から家側からは拭けることはできる、拭けることはできるんですけど、うん、外さないと、うん、その手前側のガラスの窓の裏側が掃除できないんですよ、うん、本当だね。そうだからどうしたらか分かんないですよ、ね、おなんか高圧洗浄機でやるのも無理なのか、こうやって細いとこからバーって見る、ああそう、いや今はちょっとできないか、うん、もうだって貼ってある状態の網戸にあっても大変でしょ、向こう側。そしたら向こうの窓はもう一生掃除できないってことなのか、うんうん、どうしたら、マンションのでしょ、マンションの管理人さんとかに言えばやってくれるとか、ね、もんなのかね、そういうの、まあ、プロの掃除屋さんとかに頼んだら、うんうん、それもできるのかな、外せない網戸もできるのかね、うん、あんま聞いたことないですよね。ないね、芸人でいない、あのマッハのあいつとか掃除やってんだよ、マッハ。あ、ガンタですか、うん、ガンタの方、うん、あ、エアコンじゃないですかね、またエアコンかい、また九州男児呼ぶ、うん、あ、九州男児、九州男児なんでもや、ね、うん、大丈夫かな。この前笑ったんだけどさ、うん、なんか一時期九州男児なんでもやをさ、うんうん、なんかいろいろ俺もお願いしようと思ってたのかな、うん、なんか LINE グループ整理したら何でもやっていう LINE グループがあって、うん、九州男児と俺の3人だった。いやもう経営側じゃん、うん、それなんだよ、何でもや、俺がなんでなんでグループ斡旋してる人みたいな、なんで作ったんだろうな、グループ LINE があって代表、ね、なんか何でもやったんだろうって。俺と九州男児の3人で何でもやって LINE グループ作って、もう事業立ち上げてるもん、そしたら、あのガンタのやつさ、はい、エレキコミックの単独ライブのさ、はい、幕開の VTR でさ、はい、あの笑ったんだよね、何年か前 の、 あの要するにガンタを、はい、がなんかあの冷房とかそういうエアコンの掃除始めました、うん、芸人はなんとか割引がありますみたいなこと言ってたから、うん、やついさんが呼んで、うん、芸人だから割引してくれって聞いたんだけどつって、うん、でなんかどん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 なんかいやなんか、なんとかここは、なんとか割引でとかって言われて、最終的にあの、1000円ぐらい、うん。安っ、いやいやいや、ひどいやつ。もう、もう追い込んで。違うじゃん、これ。約束と違うじゃん。いや、やっぱ痛いとこつくのよ。まあまあ、そうなん、このタイプはごめんなさい。とか言って。とか、そういうの言って。そう、このタイプできない割引はいくらとかつって。いや、もう、5000円でとかつって。最終的に1000円ぐらいでやってもらいましたとかってやってたけどね。すごいな。元気してんの、マッハ。
マッハ元気じゃないですか。最近マッチョばっかり言ってマッハ言ってないんじゃないの。マです。マが好きなんですよ。間違いで。マッハ元気ですよ。坂巻も今日、うん、そう、あの単独お誘いしたんですけど、ちょっと営業で行けないです。あ、独演会？あ、今日一緒に。そうですね。はい、元気だと思います。顔四角いまだ。顔はホームベース型です。四角いというか。四角い。うん、角が多い。はい、ホームベースです。五角形です。五角形。はい、ちゃんと。あ、じゃあ今日独演会は。自分と、あ、はい、行かせていただきます。ありがとうございます、本当に。おめでとうございます、千秋楽。うん、千秋楽ですけどね。はい、すごいですね。ですよ。ね、楽しみにしてます。初めて浅草公会堂でやりますからね。うん、キャパ2000ぐらいですね。初めてだね。ちょっと大きいですね、今までの独演会の中ではね。見えんのかな、うん、そんな、だって、なんか、見え、ね、あんな遠くからさ、見える、うん、見えないやつ結構あるよね。ネタでも。そうなんだよね、なんか。わけわかんないやつとかあるだろうね、多分ね。ちょっと遠すぎると。見えないし、うん、そうだね。いいですね。まあ、配信も入ってるから、うん、まあ、配信の方が見やすいかもしれない。マジで。そうだね。配信にしようかな。でもね、こう、ビバンのね、はい、ネタがあるんだけど、はい、やっぱり10月の中旬が初日だったでしょ、うん、もうやっぱり1ヶ月経ったからね、うん、徐々にあんまり受けなくなってきてるよ、ね、もう覚えてない。まあ、今日ドラムさん来る、ドラムさん来るんだけど申し訳ないんだ、うん、だからこれで聞いてビバンをもう一回思い出してもらって、もう一回思い出していただいた方がいいかもしれない。夜の独演会、うん、まあ、まだあの配信チケットもありますんで、うん、そうなんですよね。それ見ていただければまたビバンをこう再び楽しめる。間に合えばビバンの第4話、5話、6話ぐらい。もう一回、ユーネクストかなんかで、ね、見て。見て。一応最終話も見てほしいですね。最終話ね。最終話も。あ、最終話も見てほしい。はい、一応。いいですね。間に合うかな。4、5、6、10を見てる。見とびで、わけわかんないけどね。初めて見たこっから、こっから見直し。あ、ちょっとごめんなさい。南野陽子さんの旦那さんの、あれはネタ間に合わないと思って。いや、いいです、いいです。全然。何のこ、何のこっちゃぐらいしかないですね。ごめんなさい。何のこっちゃ。何何のだけ、ね、ネット見て問い切れた。そのぐらいしかないです。ごめんなさい。問い切れない、問い切れない。全然仕上がってないです。いやいや。できないです。謝ってる割にはできてますけど。なんてすごいな。まだ時間が入ってくるかもしれない。わかりました。楽しみだな、ね、そういうことでね、それではそろそろ行きましょう。はい。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めましてこんにちは、ナイツの土屋信之です。花輪信之です。水曜パートナーのメープル超合金&ドーナツです。ナイツラジオショー本日もよろしくお願いします。さあ2時台はザ・ゲストショー、うん、今日はドラマ「VIVANT」でも大活躍富坂ドラムさんがやってきます。あそこをどうしても僕は聞きたいんですよね、うん、聞きたいシーンがある。クラウドファンディングであといくら必要なのかって言った時に、うん、結構ねまだ全然足りない金額を言った時に、うん、あのドラムが飲んでたものを吹き出すんですけど、うん、ちょっと早すぎたんじゃないかな吹き出すタイミングが。そこを聞きたいんです。まかっ、ああ何円先ぶっつまかっ、あれがなんかちょっと早いんだ、早いなと思って、うん、金額聞く前に吹いてたから、あそこをちょっと指摘してんの、あそこ聞きたい。 あ、 ありましたありました。そんなとこ見てたんだ。聞きたいですね、はい、聞いたところですね。もっと聞きたいこといっぱいあると思うけどね、はい、今日はねドラムさん来てくれます、うん、そしてメールテーマも発表しましょう。今日募集するメールテーマこちら、私のドラム、うん、カードローンの過払い金は中央事務所。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのカードから現金がいくら戻るか無料でご確認を。 0120-10-10-10-10-10-10 お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。
研究者の私が新しい素材を開発すると、メーカーの私がその素材から商品を考えて、その商品をデザインする僕がいて、私が工場で生産して EC サイトに私が載せて、僕が梱包して、私が発送して、最後にお客様に商品をお届けするのが Amazon です。たくさんの人の思いがリレーとなって商品はできています。配送ドライバーは大事なリレーのアンカーだから。 Amazon Flex は配達した個数に関係なく安定した報酬をお支払いします。委託ドライバー募集中、詳しくは Amazon Flex で検索。今日はボロネーゼ、長谷園の新商品パキッと。袋の中にはパスタソースが入ってる。これにパスタの乾麺をパキッと2つに折って入れちゃいます。あとはレンジで本格パスタの出来上がり。鍋なし、手間なし、この作り方感動級。長谷園のパキッと。カバライ菌の確認は0120100。中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやガソリンスタンド、 ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここでブリティッシュアメリカンタバコジャパンがお送りする日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小市さん、お願いします。はい、圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、圏央鶴ヶ島インターで大型トラックなど車5台の事故のため13キロの渋滞です。東京外環道の外回りは戸田東インターで事故のため3キロの渋滞です。東北道の下りは羽生パーキングエリア付近で工事のため2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは特に横浜町田インターで6キロの渋滞です。埼玉県の国道16号線の内回りは川越市荒宿町1丁目で事故のため2キロの渋滞、国道298号線の外回りは戸田市北戸田駅入り口に故障車が止まっているため1キロの渋滞です。道路交通情報センターの小市でした。小市さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。どうも、最近は楽屋でもあそこが痛い、ここが悪いとか健康に関する話題ばかりですね。俺たちもそういう年になったということだよ。ところでお前なんかしてんの？タバコハームリダクション。卵ハムアトラクション？違う。ハームリダクションっていうのは、健康リスクがある可能性のあるものに関して、使用を止めるのではなく、使用による身体的、社会的な悪影響を低減していくことを目的とした考え方。タバコの場合は、タバコハームリダクション。なるほど。俺も取り入れてみようかな。お前はどうする？俺はとりあえず、相方を変えてみようかと。ブリティッシュアメリカンタバコジャパン。明日お昼11時半からは清水美智子さんがお休みで、高田文雄先生とナイツのビバリーヒルズ、ただいま監督リクエストを募集中。石橋貴明ですけど、俺が監督って言って聞いて思い出すのはやっぱり帝京野球部の前田監督だよ、ね、女遊び以外全部教わったからね。メールいただいてます、はい、墨田区のカミザウルスさん、うん、コロナ禍の運動不足を解消するためにトランポリンを買いましたが、はいはいはい、結局きしむ音だったり、うん、トランポリンを置くとその部屋がトランポリンに占拠されてしまいます、うんはい、だからといって簡単に捨てれずに倉庫に眠ってます、うんうん、全く同じじゃん、はい、何キロまで何キロまでは書いてない。何キロまでトークじゃないのよ。何キロまでポイントは何キロまで知りたい。そこのポイントは違うよ。違います。うん。
トランポリン、うん、この人からだからでも譲ってもらえるかってなると、でも何キロまでかが、何キロまでか、ね、大事になってくる。あ、大きさがね、うんうん、あ、そうだね、130キロまで。100でも俺のやつ前は確か100だったような気がするんだよな。100か、まあいけるっしょ出た、久々に聞いた、うん、いけるっしょ。やめてよ、そんないけるっしょの精神、なんか気その何キロ前とか気にしない人だったじゃん。もういけるっしょやらなくなってから、うん、いけるっしょって言わなくなっちゃったのよぶっ壊れたっていいじゃん、いけるっしょ、まあね、いけるっしょ、いけるか、もらいもんだったらね、言われてもしょうがないっていうのはあるかもしれないけど、埼玉県のララコさんです、うん、主人がコロナ禍の時に買った、うんうんうん、ドリンクなどを肘掛けのところに入れれるアウトドア用のチェアです。ああ、ありますね。一度も使わず、どこにも置かぬまま、オークションサイトで売りました。何？主人はいるよと言いますが、多分一生使いません。うん、今が売り時だと思います。うん、何キロまでですかそれ。欲しいけど。いや、それ欲しいですよ。その椅子、いいじゃないですか。ロケとか。なんか、うん、じゃここ座っててくださいみたいな感じでよく出るやつですよね、折りたたみの。あれよくないですか、部屋で。部屋で、はい、部屋はだって普通に、だってテーブルも椅子もあるでしょ、だって。超でかい家住んでんの。いや、そんなことです。あの、地べたが好きなんですよ、本当は。でも地べたが好きだけど、地べたに座りすぎると腰痛くなっちゃうんで、たまにその椅子に座りたいっていう。まあソファーもあるんですけど。あるでしょ、ね、ソファーもあるんですけど、なんか座りたくないんですよね。前さ、はい、照明のやつはもう大丈夫になったの？照明？なんか前買ってたじゃん。あ、あったね。あ、照明のあの、日本放送のアゴー君とエビさんが直してくれたんで、それ今ずっと使えてます。うん、まだ使えてる？使えてます。はい。ありがたいことに。ありがとうございます。いらない？え？いらなくない？使えてんのに？え？使えてるからもう一本の方はマッチョにあげちゃいましたよ。あ、もう一本あったんだ。ありましたよ。うん、で、その欲しいやつを買ったけど、つかなくって、うんうん、その間接照明別の使ったんですけど、うんうんうん、そのなんかすごい色がいっぱいあって、うん、でもそれがもうわけわかんなくて、はい、普通の色すらも使えないみたいな感じだったじゃん。そうそう、もう全部使え、全色使え、全色使えます。あ、使い分けてんの、そうそう、毎日なんか色とか大体、うん、一緒ですけどいやでもたまにね、うん、そう、赤がいいとか青がいいとか、そういう、はい、あ、そう、そうです、使いこなせてます。ピッてやれば色変わるでしょ。変わります。いいね、いいです、めっちゃいいですよ、楽しいです。ありがとうございます、アウト君。家具はね。いや、本当に。使えなかったよ。何問着したか分かんないですよ、あれ。結局。マジで。あれ大変でしたよね。あれむずいよね。だもう絶対ペアリングって言われても。ああ、そう。むずいですって。しかも2個電球があるから、中に、うんうんうん。で、あれ180ぐらい高さがあるんですよ、ね。ああ、でかっ。で、一人で組み立てはしたんですけど、うんうん、その、高いから、その、2箇所の電球の下の方とか、倒して、またこう、崩して、やって、ペアリングして、で、また上の方の電球を、ペアリングして、また組み立て直さなきゃいけないとか。あ、1電球にペアリング行こうと必要なのね。そうなんですよ。独裁ね、それ。いや、あれ無理ですって。よくやったね。いや、本当ありがとうございます。マジで。そんな難しかったの？難しかった。やばいよね、あれ、えー。何時間かかったんですかね。え？ずっとやってたんですよ。あ、そう。うん、もうだから本当に、うん、あの、視聴者の方にあげようと思ってましたもん。嫌、うん、で。あ、そうだね。あまりにも、全くわかんないね。リスナープレゼントしようかって言ってたのね。言ってましたね。そうだ。その最短の方法とかあんのかもしれないけどね。実はね。めちゃくちゃ調べたよね。そう、あの、説明し、英語、英語。あ、じゃあ、英語できる人だったら余裕か。余裕なんすかね。ちっちゃいんだ。でも日本なんでね。ここが。ここはね。はい、それに綺麗ですよね。うん、はい、なんで日本なのに。いや、難しかったです、ここあれ。さあ、それではこの時間ね、こちらのコーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。さあ、このコーナーは有名無名問わずいろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、うん、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介して、この番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです、はい、今日は久しぶりに芸人さんのネタを見ていこうと思います、はい、スタジオの我々は動画で、リスナーの皆さんは耳でお楽しみください、うん、後ほど番組ツイッターに動画をアップするのでぜひご覧ください。そしてこのコーナーでは芸人さんの思い出の劇場も伺い、劇場にまつわるお話もお届けしていきます。さあ、それでは早速ネタを紹介していきましょう。こちらの方です、どうぞ。元気そうで何よりです。
村上元気そうでよかった。ですから総理、異次元の少子化対策っていう曖昧な表現やめましょうよ。全く具体的な少子化対策、抜本的な少子化対策になってないんですよ。こういう時代だからこそ、ね、もっと大胆に大胆に少子化対策を打っていかないといけないんじゃないんですか。国民の女性全員、これノーパンを義務化するべきです。それ時間をかけて検討していきたいじゃなくて、時間をかけて検討していたら国民の女性みんなパンティー履いちゃいますよ。一度履いたパンティーを脱がすのすごい大変な作業なんですよ。だからこそこのオールウーマンノーパンティー法案をしっかり可決させて、じゃないと日本は変わらない。で、今フィットネスブームの流れも来てて、今日本の選手とノーパンの距離すごい近づいてきてます。国会議員だってフリーランスだってお金持ちだって学生だって小学生だってみんな三度の飯よりノーパンが大好きなはずです。総理もね、支持率上げたいんだったら、ね、国民の女性のパンティー一回下げて自分自身のモチベーションも上げないといけない。総理、今こそ男として剣を抜くときですよ。あ、抜いて抜いて抜いて抜くときですよ。総理だって抜かないとスッキリしないでしょ。僕もそうですよ、スッキリしないですよ。だけどまあ、抜いた後にね、なんでこんなことやっちゃったんだろうと思うときもあります、自暴自棄になるときもあります。でも、首をトップの姿勢がそんなんでいいのか。何ですか、幹事長。え、僕、なんか、不適切な発言してました。やばいやつ、やばいやつがまだ魔石にいましたね、うん、村上元気そうでよかったという芸名ですね、すごいね、うん、すごいな、やばいな、やばいね、この写真もすごいやばいやつが見てるな、これ大丈夫ですか、なんか写真よりも映像の方が超やばいやつ、映像ここどこなんていうか撮ってるとこもなんかおっかないよね、どっかのね部屋の角で撮ってますけど、なんか不法侵入して撮ってるんだよね場所なんか怖いね、いやすごい、俺はパンチラの方が好きだ、まあなんかパンツは履いてた方がそこはいらしいみたいな、そこはいいんじゃない、そうですね、みんなローパンだと慣れちゃいますもんね、そこで幹事長に怒られたの、もうパンチラの方がいいよ、パンチラの方が、思い出の劇場浅草リトルシアターね、1年前のフリー芸人時代、女子高生の格好やスクール水着を着たピンコントばかりやっていました。ですが、そんな僕のコントに胸を打たれ、僕のファンになったという中学3年生の女の子がリトルシアターに見に来てくれました。ライブ終了後、僕はその女子を呼び出してこう言いました。君が初めて芸人としての僕のファンになってくれた、すげえ嬉しい、ただお笑いの入り、あ、入りか、お笑いの入りがスクール水着ピンコントはまずい、だから僕のファンは考え直してまずはノンスタイルから入りなさいと言いました。なんだこいつ。そしたらその子は首をかしげながら浅草の街に消えていきました。僕は思った。彼女はいずれわかると思う。あの時の浅草リトルシアターのライブに見に来た。自分の決断が正しかったのか間違いだったのか。僕は彼女にまた浅草リトルシアターのライブ見に来てほしいとも思った。次はどんなネタをしてやろうかな。この長文今となってはいい思い出です。ノートかよ、これ。いやもう。ノートじゃん。何の長文。葛藤してる。軽くコラムみたいなね。読まされましたけど。思い出の。でもなんか、140キロ投げられるって書いてあるよ。すごいですね。運動神経がいい。それも怖くねえか。ね、野球か。140キロ投げる。じゃん、もう。140キロってイチローより速いで、今の。やば。すごいですね。何大食いなんだ。ちょっと引っかかっちゃうな。いや引っかかりますね。うん、なんかいろいろ気になりますね。ねえ、うん、化石の村上様。村上様。村上元気そうでよかったでした。はい、さあということで今週は以上になります。皆さんも好みの劇場が見つかるといいですね。ニュースター発掘しましょうでした。中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやガソリンスタンド、 ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10お電話は夜12時まで。
代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。あのさ、俺のいいところってどこ？ね、優しい。あ、いや、そうでもないな。頼れるわけでもないし、ないんかい！彼のいいところを見つけるのは大変でしたが、中古車ならいいところをすぐに見つけてくれる。それが中古車買取のガリバーなんです。いいとこ探しのプラス査定、車種、年式、走行距離でおおよその値段がわかるんですって。0120-66-4747 66-4747 ガリバーへお電話を。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？まず建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性があります。そんなにですか？はい。また工場も同様で、皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なのでご家族の確認はとても大事です。ではまずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いてハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。神奈川県立四季の森公園で11月26日、今度の日曜日、秋の収穫祭2023四季の森マルシェが開催されます。横浜動物園ズーラシアの近くにある広々とした公園で、緑がいっぱいの里山をそのまま生かしたところで、自然の中で名前の通り四季を楽しめる公園です。今回の秋の収穫祭は、見る、食べる、学ぶ、遊ぶ、行こうがテーマになっています。北口広場と野外ステージでは音楽祭の同時開催、春の草原エリアでは丸太切り、ネイチャークラフトなど、いろんな体験イベントにチャレンジができます。楽器を身につけて子どもたちと一緒に演奏しながら園内を練り歩く、寿司おけドラム風鎮のにぎやかなパフォーマンスもあります。公園の公式キャラクター、こうちゃん、えんちゃんもやってきまして、腹話術のイベントに参加するということです。防災クッキングアドバイザーの方による、いざという時の食と備蓄の特別公演もあります。こちらは予約制になっているんですが、まだ若干余裕があるようです。26日の日曜日、県立四季の森公園の秋の収穫祭、たくさんのキッチンカーも出ますので、家族みんなでいらしてください。横浜のスタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さんが周りにこう、はい、なんだろう、頼りにしている人とか、なんかいろいろ世話してくれる人とかっていらっしゃいますか？です。やっぱり兄弟、兄弟がね、兄とか姉とか、田中さん、お兄さんとお姉さん、います。あ、いらっしゃるんですか？はい。でやっぱりいざという時はね、身内が頼りみたいなところで、何でも相談に乗ってくれますね。7人兄弟ですもんね、田中さん、ね、違います。あ、違いました。そこまで多くないです。すいません、間違えました。5人です。でも多いですね。5人5人結構多い。多いですね。ありがとうございました。ありがとうございます。新葉一華です。
日本放送アナウンサーカレンダー2024発売中です。今回は真夏の空の下で撮影した写真を選びました。ぜひご覧ください。お申し込みは0570-071242 日本放送アナウンサーカレンダー係までどうぞ。時刻は1時51分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。イスラエルのネタニヤフ政権は22日未明、イスラム組織ハマスが人質の女性や子供およそ50人を解放するのと引き換えに、イスラエルがパレスチナ自治区ガザでの戦闘を4日間休止すると発表しました。臨時閣議で承認したもので、ネタニヤフ首相はこれに先立ち、難しいが正しい決断だと述べました。またイスラエルはハマスが人質を追加で10人解放するごとに、さらに1日ずつ戦闘を休止するとも表明しました。一方、ハマスも人質解放に合意したという声明を出し、交換条件としてイスラエルが拘束しているパレスチナ人およそ150人が解放されると明らかにしました。岸田総理大臣は今日の衆議院予算委員会で、自民党の5つの派閥が政治資金パーティーの収入を政治資金収支報告書に少なく記載したとして告発された問題に関し、各派閥が速やかに説明をするよう茂木幹事長に指示したと明らかにしました。派閥資金問題をめぐり、立憲民主党の野田元総理と岸田総理のやり取りです。なぜこんなことが起こっているのかということを、それを解明するところまでが調査だと思いますよ。そこまでちゃんと責任を持ってやりきるということを改めて確保として示してください。政治と金の問題をめぐりまして、国民の信頼という観点から、こう重大な危機感を持たなければならない。党としても国民から疑念が持たれないようにしなければならない。一方、経済対策に関し岸田総理は、再来年に持続的な賃上げを実現すると強調しました。来年においては一時的な措置として所得税、住民税のこの定額減税を行って、可処分所得を下支えする、これを来年用意することが必要だと考えております。そして再来年、さらに賃上げの流れを盛り上げることによって、経済の好循環、自律的な好循環、これを回復する流れを作っていきたいと考えています。おしまいに、プロ野球オリックスが広島から国内フリーエージェント権を行使した西川龍馬外野手28歳を獲得することが今日分かりました。これは関係者が明らかにしたもので、近く球団から正式発表される見通しです。契約は4年間で総額12億円以上の大型な内容になると見られています。オリックスは主砲だった吉田正尚外野手が昨シーズンオフにアメリカメジャーリーグレッドソックスに移籍し、外野手の強打者がかねてからの補強ポイントでした。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。大正製薬の先端皮膚科学研究から生まれた医薬部外品の美容液、ザ・マイトルエッセンス。洗顔後のお肌につけることでシワを改善。通常商品税込み1万1000円のマイトル、今月末まで3日分の無料プレゼントキャンペーンを実施中。詳しくはマイトルサンプルで検索。お聞きの番組は FM93 AM1242ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。はい、みこさんです、はい、SNS の流行語大賞2023のノミネートワードが発表されました、うん、皆さん、なんかよく使った言葉ありますか、うん、ってですか。 SNS の流行語大賞とまた別にってことなんだ、うん、結構あるね。片居合ですね。え、知らない。え、新幹線で使った、あの新幹線のあの硬いアイスがもう販売中止になってるんですよね。硬、うんうん、いアイスっていう言葉が流行った、うん、流行った。それで出ましたね。待ちなさい、そんなの許さないわって なんだこれ。え、マジで分かんない。全然分かんない。え、ま、俺全く分かんないんだけど、あのあれなぜなぜはあるんですよ。あ、なぜなぜはわかる。なぜなぜ笑っちゃうんだよ。なぜ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 笑っちゃうんだよ。全然面白くない。
スイカゲームやってるから俺分かる。ああ、なるほど、うん、スイカゲーム、うん、スイカゲームね、流行ってますよね、落としていくやつね、あれがやってる。ツイッターの鳥もね、一時トレンドに上がってましたね。ああ、そっか、うん、X に変わったから、はい、鳥。テーテーってなんですか。テーテー、チョウチョウみたいなこと。え、テフテフ、テフテフみたいな。え、テー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 テ、ん、ペーペー、何テーテーって、テーテーって何全然わかんない。テーテー、何テーテーって何、テーテー、手にちっちゃい絵に、手にちっちゃい絵で、そう、ひらがなで、テーテー、テーテー、どっち、テーテー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 、え、尊いみたいなこと。おー、すげえ、すごい、よく当たったな。発音で尊いの発音だったわ。尊いっていう、尊いっていう、まあ、褒める言葉として使ってんだ。はい、で、悟空みたいな言い方ってこと。尊い、尊いみたいな。もう疲れちゃって全然動けなくてって何、何これ、まだ手だ、何なんだよ、マジで何なのこれ。これが流行るってどういうこと。多すぎてわけわかんないよ。生首ヘアゴムって何、何これ、ん、生首ヘアゴムって怖いね。生首ヘアゴム、うん、ひき肉ですね。ひき肉ですは両方入ってるってことですよね、うん、あ、まあそうね、うん、すごいね、あの流行語大賞の方もね、うん、かわちいね、うん、多分ヤクミツルさん一つも知らないと思う。そうね、ヤクミツルさん一つも知らないと思う。知らないか、流行語大賞やってない、やってないかもしれないね。はい、まだまだたくさんのメールお待ちしております、うん。どうも、さやかです。 Spotify 聞いてたらおすすめ音楽教えてくれるの知ってる？知ってる。この曲好きやったらこっちもいけんちゃうみたいな感じでな。あれいいよな。そう、それが全部俺の好きな曲やね。 Spotify は俺のことめっちゃ分かってくれてんね。まあさすがに俺の奥さんには語れへんで。え、何のアピールな？音楽もポッドキャストも無料で楽しめる Spotify。 ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い中皮腫、肺がん、赤面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。首都高を使ってお出かけだ。あ、ETC カードがない。今日は現金で。ちょっと待って、現金クレジットカードじゃ首都高に入れないかも。え、首都高は35カ所が ETC 専用入り口。出発前に ETC カードをチェック。カーナビが案内する入り口にもご注意を。首都高。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999、157-999。出張買い取りは、カメラの北村。ザ・ラジオショー、2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。花輪信之です。メイプル超合金のドーナツです。さあ2時のお天気です、うん、なっちゃんからお願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 17.6 度、湿度 53%。 東京地方、今日の天気は晴れのち曇り。関東地方は午後も日差しがたっぷり届く見込みです。夜は雲が広がるところがあり、南部では一時的に雨が降るところがありそうです。最高気温は19度前後の予想で、日差しにぬくもりを感じられるでしょう。ナイツ独演会を見に行かれる方は、日が暮れる前に、浅草観光もいいかもですね。ビバンの予習だけ忘れずに、うん、以上、ね、2時の天気をお伝えしました。いいね、天気がいいんだったら。8時開演っていうのをね、なんか間違えそうな気がするんだよね、はい、19時、ね、19時っぽいですよね。自分も19時っぽいって思ったんですよ。そうなんだよ、はい、平日だからね。そうですよね。だからちょっと今日もなんか何人か来ました時に、一応18時なんでねって言ったら、間違いない、ありがとうございますってなったから。あ、じゃあ結構間違えてた人な。だから堀江ももしかしたら9時入りなのに間違えて2時入りしちゃったみたいな、ただの寝坊です。
堀江君はただ寝坊です。あ、間違えたんじゃないですか、はい、今朝マネージャーからそういう LINE 入っててめちゃくちゃ怒ってたけどめちゃくちゃ怒られたみたいですよ。もうなんか周りがこれだけ怒ってるから俺は少し優しくフォローするだけバランスでね、バランスでこれで切れたらあいつやばいなって。いや本当確かにめっちゃ怒ってる、ね、それはそうだわ。手伝いで確かに、ね、してますけどね。18時開始です。メールね、あ、そのなんですか、流行、うん、SNS 流行、夏木さん、うん、もう疲れちゃって全然動けなくては、うん、ゼルダの伝説のコログというキャラクターのセリフです、X 上でミーム化しました、まあ、もうミーム化、ミーム化、はい、何ミーム化、はい、ミーム化とは何でしょう。ミーム化って何、ミーム化、ミーム、ミーム、ミーム、そのバズったとは違うの、ミーム化しましたっていうのは流行ったみたいなこと、な、何から来てるの、何ミーム、何ミーって何、ミーム、ネット用語、ネットスラング、ミー、なんかミーだから、私、私でしょ、うん、ネットミーム、ネットミームが詳しい、何詳しいね、2チャンネラ、2チャンネラなの、何、うんうん、あ、拡散されていくもの、ネットのおもちゃ、ネットのおもちゃ、あ、バキドーとか流行ったよね、うん、う、うん、え、ネットから生まれたそういう言葉の総称のことをネットミームって言って、ミームっていうんだ、ミーム化していくっていうことなの。何？ちょっと全然、うん、とは言ったけどあんま分かってない、まあ、よく分からない、ね、難しい、何、いやでも、うん、食らいついてこう、こういうの、まあ、そうここで諦めちゃダメだ、もう、そう、試合終了かねえよって言っちゃ、だから東洋館に来ないんだよ、やっぱここでなんかこうね、東洋館をミーム化していかないといけない、東洋館ミーム化してまあ定定師匠、定定師匠がいっぱいいるからいるから、そうだね、定定師匠、薩摩ホグワーツ合ってんの、合ってる、薩摩ホグワーツ、薩摩ホグワーツ合ってます、ローリングストックみたいになってくるそういうこと行きましょう、合ってますか、ました、そういうこと行きましょう、行、はい、きましょう、わかんないさあということで、はい、CM の後は今日のゲスト富坂栄ドラムさんが登場です。相続税の申告を後回ししている方は0120-400-800、東京税理士会所属税理士法人48、ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800-400-800。ペットショップマルワン、初めてのペットはマルワンへ。ただいま全店でお客様大感謝祭を開催中。今だけお求めやすい価格で皆様のお越しをお待ちしております。マルワン大感謝祭、マルワンで検索してね。マルワン、マルワン。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。0120-10-10-10-10-10-10で無料確認。お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。さあ、2時台最初はザ・ゲストショーです、うん、本日のゲストは富坂栄ドラムさんです。こんにちは、富坂栄ドラムです。皆さんよろしくお願いします。
いつも本当にビビバンのことで盛り上がっていただいて、ドラムドラムとこの放送前にも声が聞こえてきたんで、もうそうなんですよ、ワクワクしました。めっちゃ喋るじゃないですか。すいません。ねえ、はい、まあ、役柄もそのね、役の中では喋らないドラムさんですけれども、はい、今日はもうちょっとラジオということで、中盤が喋ってるみたいなもんね。中盤ね、もうスターウォーズっぽいね。はい、ね、中盤をイメージしてたと福沢監督も。あ、なんかそうなんだ。そう言ってましたよね。はい、じゃあもう安倍さんは、うん、ハンソロ。なのかは分かんないんですけど、中ばっかだけは言われました。ああ、そうなんですね。すごいね。R2D2 は誰になるんですか。もう混ざってるんじゃないかな、声的に。ドラムがね、合わせてね。はい、本当ですよ、ね。声は C3PO みたいな。声は C3PO でしょ。感じの、はい、ね、役どころで。あそこの、カオルのクラウンハンニングの時にちょっと吹き出すタイミングちょっと早かった気がするんですよ。あ、すいません。それ何なんですか。ちょっと早かったですよね。ちょっと早かったような気がします。さすがです。細かすぎる。お芝居に厳しいんですよ。なんか知んないけど。さすがアナウンサーやと。いやーもう全部、はい、1話から最後まで知ってたのか。1話始まる時から最後までって。あ、そうですね。最初に台本いただいてたんで。あ、もう最初に最終回までの台本はもういっぺんにいただいた、はい、最終話だけ完成してなかったんですけど、うん、9話までは9話までは、はい、おもろって感じでした。めちゃくちゃ面白かったです。ここに自分がいるのかって思うだけでもすごかったです。そもそもそのこう、うん、まあ、オファーというかこれ役決まった経緯って何ですか、はい、オーディションですか。あのバルカ警察 の、うん、のエキストラのオーディションがあって、あ、警察、バルカ警察のオーディション、はい、はい、うん、でちょっとモンゴル人っぽい雰囲気の人を集めてるって言われて、まあ、僕もちょっと力士やってたんで、うんうん、それっぽいということで参加させていただいたんですけど、うん、はい、その時に監督が、うん、あの僕見てドラムだってこう思ってくれたのがきっかけで、その時にお前よりもっとピッ、今の役よりもっとぴったりな役があるけど、うん、役者でやっていく覚悟はあるんかって言われて、うん、あ、僕はもう覚悟あったんだよ、やります、ありますって言って、うんうん、そこから話が進んで、うん、ドラムになりました。はい、いやすごい、超大抜擢ですよ、ね。いや本当にもう、うん、こんな頑張ってたらこんないいことがあるんやなっていう実感させました。これやっぱ喋らないから逆に難しかったみたいなのも、いや、やっぱセリフを頭、うん、覚える脳みそがまだできてなかったんで、うん、あ、逆に喋らずに、うん、あの身振りもう本当に、うん、今自分のできることギリギリでやれたかなと思ったんで、逆になくてよかったです。やっぱあのメンバーの中で、セリフあったらまたすっごい緊張またするでしょうしね。絶対してたと思います。ね、はい、NG とか出したなかった、ま、たまに出してたんですけど、うん、はい、どういう NG なの。あの、やっぱモンゴル語で、こう、チンギスさんと安倍さんが喋ってる時に、うんうんうん、あの、チンギスさんのモンゴル語が上手すぎて、うん、あの、訳してあるこのカタカナの言葉とが読み取れなくて全然違うタイミングでこう携帯出しちゃう。通訳だからね。そっか。チンギスさんに、ノーノーノーって。そういうことね。で、めちゃくちゃ難しいじゃん、それ。ねえ。はい、タイミングとかね。難しかったです。難しいですよね。はい、てか、あんな早く、まず打てるないだろうと思いながら見てましたけど、ね。その、早く打ってる芝居をするのもちょっと難しかった。そうですね。難しい。はい、でも、その音を出すタイミングはもう自分でやるわけだ。はい。はい、そっか。はい、へぇ、その、本当に、まあ、ドラマ何回か出たことはあったですよね。本当、こんなにがっつり出たの初めてで、ほんのワンシーンだけ、一瞬だけとか、そういう経験しかなかったんで。もう、いきなりこう始まって、はい。なんか、どう立ち振る舞っていいのかとか、はい。わかんなくなかったですか。わからなかったです。なんで、うん、あの、福沢監督が配慮してくれて、うん、いきなり現場行ってももう何もできなくなるんで、うんうん、スタッフを味方につけて、うんうんうん、でそれ、そうしたらきっとできるからって言われて、うんうんうん、あの、もう、院の1ヶ月前から毎日 TBS 通って、うん、でも、表情の練習したりみんなと一緒にご飯食べて、で、こう、信頼関係を築いていって、現場に臨むと全然緊張せずに堂々と芝居ができました。ああ、すごい。それ監督がアドバイスしてくれたんだ、はい、みんなからはドラムドラムってもう言われてたんですか、飯食ってる。あ、もう、はい、その時から来た時、僕が衣装合わせで来た時からもう監督が僕のことドラムって呼んでて、うん、スタッフ全員ドラムさんドラムさんって、あ、もうその時点で役がどんどん作り上げられていってました、ね、はい、でも途中からもう携帯の音声で喋るようになって、役作りのために、すげえ回ってない、裏でも裏でも、ええー、はい、
そめちゃくちゃそれ大変じゃないですか。もう早くなってきたんで、じゃあその会話も、まあ、徐々に早くなってきて、なってきて、はい、でもやっぱ表情で、なんか自分が売ってる時、喋ってる時の、音声が流れてる時の表情だったり、聞いてる時の表情だったり、もう常に鏡も目の前にあるんで、ずっと研究できる環境 で、僕が一番最初、あのモスクの、あのチンギスからチンギスさんから安倍さんとか二階堂さんが逃げていくシーンが、あのこのビバンのクランクインのシーンで、僕は出番なかったんですけど見に行ってて、そこで安倍さんがドラムの調べによるとって言って地図でこう喋ってんのを見て、ここに自分も入るのかってい う、 うわあ、そっか、はい、それがそこがかなり衝撃で、クランクインのシーンをね、はい、その見に行って、はい、ここの中に自分も入って芝居するのかっていう、その時は衝撃だったんですけど、ね、どうなんですか、安倍さんとか酒井さんとか、はいはい、あの辺の、はい、まあ、もう日本代表する俳優さんと本当にもう言ったらもうド新人なんで、もう話すなんてもってのほかかなって自分は思ってたんですけど、毎回こう気さくに話しかけてくれて、こう緊張ほぐしてくれるんで、本当に優しい方々だなって思いました。照ノ富士よりも緊張しなかった。照ノ富士関は全然緊張しないちょっと取り組み前はピリピリしてるんで、こう気使ったりはするんですけど、会でもねすごい人出してる。でも照ノ富士関はすごい優しい、優しいね、はい、盗聴器ね、仕掛けるシーンとか、はい、あれなかなか難しい、あれ難しいですよね、ああいうタイミングとか当たり具合とかね、はい、当たり具合とか、足で、うん、あの靴にスッとやるのは飛行機のね、はい、昔ちょこっと遊びでよくサッカーしてたんで、それは結構あのうまくいきましたサッカーしてた感覚で、サッカーのトーキックの感覚で、はい、いけた、はい、あそこのぶつかるところですよね。ぶつかるところですね。一瞬でね。はい、ああ、そこもね、すごいやり手の。ありがとうございます。ね、な謎でしたもんね、最後まで結局。ドラム。はい。ね、あと、そう、なんか最終回に向けて、なんか裏切り者は誰だみたいなので、すごい考察が盛り上がって、ドラムじゃないかみたいな。考察とかするやついっぱいいましたね。いや、めっちゃしてた。あなたがしてた。本当に。あなた一番してたよ。一番してたんですか。多分芸能界で一番してましたよ。呼ばれちゃったしね。テレビも出た。結構あのヤホーとかで調べるんですけど。おーおーおお。花田さんがすごい。立てすぎ、立てすぎ。立てすぎ。うん。あのヤホーとかでぐらいのがいい。いやガチアドバイスいいんですよ、それ。立てすぎ。サービス精神で言ってくれてるんだ。絶対ヤホーで調べた感じ出てましたもんね。今日それを言おうって、僕は出過ぎでしたね。いいんですよ、うん。それでいいんですよ。調べたけど、結構僕も考察とかしちゃってたんですよね。はい。そうですか。やっぱ愛のとか、演者の人って見たりしてたんですか、はい、いや、みんなかわかんないですけど、僕とか、あ、福澤監督とかも。え、福澤監督見てたの、YouTube で僕、考察してるとか。ネットとかで、あのこういうこと言ってんなとか、こういうの出てますけど、僕よく撮影ない日とかも、現場行かせていただいて。変なこと言わないでください。こういうの出ますよ。やだ、やだ、やだ。拳銃を、最初であの2発撃ってるとこがバレたのは、めちゃくちゃ驚いてましたね。あ、それ誰かにバレてた、あれちょっとネットの記事で。違う、あそこの、要するに拳銃を2発パンパンって。ザイールを。ザイールを撃ったことを、1話のとこから。最初のシーンで分かった人いたんだ。あんなの俺絶対、あ、分かった人いたんですか、いたんです。すごい。すごいなと。それは福澤さんも。はい、びっくりした。すげえな、みたいな。はい。それでもやっぱ出演者と知ってる側で楽しむのってすごいですね。特別ですね。はい。ね。もうほんとこんな機会を与えていただいて、もう神様とこの体に産んでくれた親と、で相撲界にもすごい、あの、ね、教育されて、今回このラジオの場で、たくさんの方が聞いてるこの場に呼んでいただけたという、もう感謝の気持ちだけで、僕はもう、芸能界頑張っていけそうな気がします。はい、すごいね。まだビバの話しますよ。終わらせようとしてるの。まだ聞きたいことない、ね。全然ないよ。スイッチ今入ってきます。いくらでもめちゃくちゃだから面白かったじゃないですか。はい、やっぱこの反響がね。はい、まあ1話終わって、はい、2話3話どんどんこの、はい、それはもう予想してたことですか、やっぱりは。ここまで人気が。いや、予想以上です。予想以上だ。なんか、人生が変わるぞってこう言っていただいてた、最初に。あの、ドラム TI。人生変わるぞって。だから、これからの行動とか、その気をつけて、あの、自覚持って、行動する、謙虚に、
常に謙虚にっていうふうにいろいろ教えていただいたんで、で本当に予想以上にこんなに反響が、もう会う人会う人、もともと YouTube やってた時は、たまにこう、あ、知ってます、見てますっていうぐらいはあったんですけど、実際にもうめちゃくちゃ好きですと、こう、ドラムのあのシーンがこうで、すごいもう熱狂的に、あの、応援してくれる方がいっぱい、かなりの確率で街歩いてたら、声かけていただけるんで、もう、こんなありがたいことはないと。なんか、あ、いいよ。あの、せっかくグルメっていう TBS の番組でご一緒させていただいたんですけど、もう空港で囲まれてましたからね。そうだよ。もう、で、このままドラムの格好で別に帽子もするわけでもなく、サングラスするわけでもないから、みんなもう、ドラムさん。そうね。で、誰でしょ飛行機、隣の席だったんでしょ行きね。はい。でもあんまり、やっぱり当時まだ撮影中だったから喋れないみたいなね。はい。制限があったからね。はい。なんかあんまりコミュニケーション取りづらかったって、なんかね。最初僕、あの、安藤なつさんとご一緒っていうことをギリギリまで知らなくて、でなんかあれ安藤なさんに似た人がいるなーって、まあ、空港ではちょっと見て今、まあ、プライベートやったらちょっと話しかけたらあれなんで話しかけなかったけど真横にこの並びと思ってちょっとあの3人だったんですよ。3人席で。で、窓側が一般の方で、で自分が真ん中で、ドラムさんがあの通路側だったんですよ。ああ、バランスはね。一人いたんだ、窓側に。窓側の人は本当逃げ場がないよね。逃げ場が一番。ぎゅうぎゅうで。一応、真横に座ると、こう肌がこう密着しちゃうんで、ちょっと気使って前のめりにずっと。あったり、自分はこう、こう、腕をこう。こうしてみたり、絞る感じでやってみたりとか。デューク・サライエさんみたいな。ね、やったりとか。なるほど。でも、本当に、あの、一緒に撮影させていただいて、安藤なつさんの本当、人柄の良さとか、すごい勉強、勉強にもなったし、あ、こんな魅力が、あの、テレビではわからないこんな魅力があるんだな、と。もうちょっと細かく言っていただいて。例えば、もう本当にこう。言ってる。何したっけ？もっと欲しい。もっと欲しいです。褒められることはあんまないんで。いやいや、そんなことない。優しいですね、やっぱり、真央さん。その、このドラマの通りですよね。今日来て、なんか、そこでタバコとかしたらどうしたかな。いいけどね、別に。別にいいんだけど。吸っててもいいんだけど。あ、まあ、なんかあれでしたね。楽勝でしたよね。なんか、網野さんわけわかんなくて、とか。そういうのじゃなくてよかった。いや、そこはもう相撲で、あの、歴史時代に。やっぱ、伊勢ヶ浜部屋、はい。もう、春間富士関、横綱春間富士関の付き人を、ま、10年近く、いや、その時はもう、大関から、もう横綱なるまで、ず、もう関脇から、ずっとついてたんで。そうなんですね。僕も網錦と結構仲いいんで。あ、はい。さあ、網田、反応ありました？なんか来ました？メールとか先輩たちから。いや、最近あまり、あの、網錦関と連絡取ってなくて、そろそろ連絡しようかなと思ってた。でも、ドラマ始まった時に、お前すげえな、みたいな感じでみんな、各界の人とか。いや、ほんと、す、あの、同じ部屋の人をみんなで、テレビ今見てるよとか、まあ、照ノ富士関とか、春間富士関とかも連絡くれて。やっぱりあの人たちってモンゴルの人だから、おお、モンゴル懐かしいな、出てるな、みたいな感覚とかもあるんですかね。いや、そこまで、なんか、モンゴルに関してのことは特に今言われてなくて。あ、そうね。ロケ地ではあるけど、一応バルカ共和国だからね。もう、もう、思いっきりモンゴルだったけど。でも思いっきりあの、東京駅みたいなとこ使って撮影してるみたいなことなんでしょあれ。モンゴルのもうところでね、撮影してたってね。なんか、あれ、ビバン効果で観光客も増えたでしょうね。で、なんかそんな噂はちょくちょく。ああ、まあそう。あれ、なんかビバンストリートみたいな名前。ビバンストリートになったの？大使館で入り込んでいった時の、あそこのバカなんかビバン。モンゴル語でビバンストリート的な。なったんだ。はい。あれ実際に大使館みたいなのがあるんですかあそこって。いや、あれはホテルなんです。ホテルなんだ。それを大使館風に。風にしてる。はい。え、じゃあ、なんかもうドラムと行くモンゴルツアーみたいなのとかもうなんか。もうちょっとそういう話もちょこっと最初で。だけど、まあ今のところはない感じ。あ、そうなんだ。好きだったシーンなんかありますかこう、ドラムさんベスト3みたいな感じ。自分がこう、ビバンのね。大変だったシーン。大変だったシーンとか。いやでもあの、酒井さんと空港でこう、抱き合うシーンとか、あとは、あの、みんな、トイレのシーンもすごい面白くて。トイレのね。地下の。地下のとか。あの時にやっぱあの、言葉喋れないけど、あの、
意思疎通を表情だったり、うん、機械を通してやるんですけど、うん、あのトイレの下から覗いてる安倍さんと、うんうんうん、上からこう下を見る時のあの意思の疎通が、うん、あ、これが芝居なんやっていう、ね、あのシーン大事だもんね。あのトイレがさ、うんうん、あのあれもう一回使ってね、はい、あの要するに ロシアの敵を倒した時のトイレがそのトイレだったっていうのも面白いよね、はい、そうそう、はい、1話と同じ、はい、要するにセットだった、はい、なんかねネットで、いやよくそこまで、うんうん、そうそう、1話の時にあの逃げる時にあのうんこまみれのトイレ、うん、あのトイレが、うん、こう、ま、もう一回出てくるんだよ、今。別班みんなで、あのロシアの、うん、サービスエリアみたいなとこに、入れ替わった時に。入れ替わった時に、あそこバンバンって撃つじゃん、トイレに。あのトイレなんだよ。あ、そうなんだ。そうなの。そうね。はい。そうそう、いや、全部本物ですか？トイレですか？いやいや、塗ってるやつ。そんなわけない。表は、あの、本物というか、モンゴルで撮って、中はセットみたいな感じ、うん、そこのことを聞きたくなるみたいな感じでしょ。あの、塗ったものでしょ。塗ったものは本物です。あ、塗ったものです。あれは、あの、うん、あの、美容にいい、なんか、美容にいい美容にいいらしいです。はい、え、美容にいい、そりゃそうだろ。はい、美容のいい泥なんだ。はい、だそりゃそうですよ。ウコン本物なわけない。わかんない。福沢監督が断ってて、あれ、はい、うんこなんですよ。言うかなって、言うかなと思ったんでしょ。福沢監督こだわってるんで。リアルな。何こだわる？ウコじゃなくてウコンなんですか。ウコンです。ウコンの美容のいいやつ。そうですか。でも見てて、本当になんか、えずくぐらいすごいリアルだったから。ね、トイレットペーパーとかも。ねえ。あの時のチンギス怖かったからね。いや、でもかっこよかったですね。あの時のね。チンギス怖かったから。チンギスさんでもプライベートはすごい気さくなんです。あ、そうなんですか、チンギスさんも。もうモンゴルの大スターなんですもんね。同期して、はい、ねえ、そうなんだ。すごいな。はい、もう子供の頃から役者は目指してたんですか？いや、全然目指してはなくて、うん、あの、でも、なりたい職業のかなり上位にあって、うん、で、まあ、本当になりたい職業は、あの、WWE という海外のプロレスラーになりたくて、うん、でも、あの、演出があったり、うん、人前に立ったり、まあ、筋肉がついてて、かっこいいなって。うんうんうん、でも、そのためにやっぱ相撲界で、うん、まあ、相撲界で成功しようっていうよりかは、ちょっと土台、相撲界からプロレスに行きたいなと思って、うん、力士になったっていうのも。まあ、天竜さんとかね、もともといらっしゃって。もともと柔道もやってたんですよ、ね。柔道やってます。中学校の部活で。はい。そうだから、運動神経もね、悪天見たんですけど、はい。それいつ頃からできるようになって、もう、小学校6年生ぐらいからできるんで、やっぱプロレス見てたんで、やっぱこの年ぐらいでバク転ぐらいできてないと、いや、無理やろうなと。そっか、割とそのアクロバティックもできるプロレスラーになりたかったんだ、はい、でも、そのやっぱ力士になって、はい、その体格になってからも、はい、やろうってなんで思ったんですか、そのバク転。いや、なんか、どんどん体重増えていく分、うん、結構体も身軽になっていって、はい、で、この体でバク転したら、うん、みんながこう、うん、あの、驚く。すごい。でも、お客さんの前では、力士はこう、運動神経がいいんですよっていうのを、あの、パフォーマンスで見せるときに、バク転するとみんなが喜んでくれたんで、どんどんやっていく。まさにもう、これを売りにした方がいいんじゃないかなと思う。すごいって。力士史上初のバク転見たかったよね。力士でいないよね。しょっつるで、いない、いないですよね。一回だけ、あの、昔、あの、しょっきりってあれ、乱入回りなんですよ。乱入回りなんだ。乱入回り。本当はダメだけどね。うん。その乱入を久々に地元兵庫県の巡業やった時に僕やってそこでバク転の3連続を、めちゃくちゃ盛り上がったでしょ。盛り上がりました。すげえ。いや、見たことないですもん。だって多分開け物とかできなかったですね。絶対できないでしょ。できてたかもしれないです。できないです。やらなかっただけで、はい、まだまだ、ドラムさんにお付き合いいただきます。クレジットカードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。県央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは、県央鶴ヶ島インター付近で
大型トラックなど車5台の事故のため13キロ渋滞しています。この影響で関越道の上り線は鶴ヶ島ジャンクションで5キロ渋滞しています。東京外環道の三郷方面に向かう外回りは戸田東インターでトラックなど車3台の事故のため8キロ渋滞しています。この影響で内回りは7キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の下りは東池袋にタンクローリーが故障して止まっているため4キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの原でした。原さんありがとうございました。次の日本放送交通情報はズームそこまで言うかの中で3時56分頃お届けします。南春夫メモリアルコンサート、来年3月13日 NHK ホール、豪華に歌い語る忠臣蔵と五木ひろし、三山ひろし、市川由紀の他によるスペシャルステージ。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553IS まで。さあ今日はゲストに富坂へドラムさんをお迎えしております。はい、メール読みますね。お湯さんからですね、今年はビバンで大活躍されましたが、他にもいろいろなラジオやバラエティに出演したかと思います、うん、あ、今後共演してみたいタレントさんなどはいらっしゃいますか、はい、ということですね。はい、うん、いや、安藤那須さんとか、うん、まあ、ナイツの土屋さんとか、うん、花輪さんとかと、うん、もし共演できたら嬉しいなって。いや誰だよ、うん、じゃあここにいるの。誰だ、誰だよ。あ、いい、ドラマでドラマでね、そうか、うん、いや共演したいですけど、したいですけど、ドラマでしたいですよ、ね、うん、ね、もしビバン2とかが、うん、まあ、あれば、確かに、うん、なんかこうの、のごんべきの二代目のゴンベキみたいな感じで出していただいて。二代目のゴンベキ。ドラム妹で行きたい。ドラム、はい、ドラム兄弟。シンバル、シンバルで。シンバル、シンバル。ドラムとシンバルの兄弟。ピッコロ大魔王と同じじゃねえか。派生の仕方が。ドラムとシンバルで。ドラムとシンバルで。シンバルで。はい、いいですね。はい、まあでも、なんかこう、やってみたい役とか、そういうのもあったりするんですか。いや、それが僕、まだまだキャリアが全然なくて、もっともっと実力をつけないといけないんで、もうこの役がいいとか、もう自分で選ばずに、この役でオファーいただいたら、もうそれに対して全力で役作りしたいと思ってるんで、特に今はなりたいものとかないです。やっぱこう恋愛ものとかね、そういうのあるかもしれない。もしあったらもう、全力で。誰がいいですか、お相手の女優。お相手は、いやもう、うん、僕はもう女性が大、女性の方なら、全てに輝きがあるんで。特に。普通に、普通にさらっと女性が大好きで言いそうになってますけど。もういいんだけどね、別に。福沢さんの顔を思い浮かべなくていいですよ。大丈夫ですよ、本当に。でもドラマの中ではちょっと薫先生に、はい、ちょっとね、うん、好きなのかなみたいなのがあったじゃないですか、うん、ちょっと、はい、ね、家行った時に、家行った時にね、うん、ちょっとあれ早く打ちすぎ、打って、音声流すタイミングを早く言いすぎて、カオルさん好きってなっちゃって、うん、ああ、やばいってこう焦っちゃった。かわいい。ちょっと緊張したんだ、やっぱり。実はみんな好きだよって打ちたかったんですけど。そうね、いいですよね。あれね。ね、よく見てて、めちゃくちゃ見てますよ。めちゃくちゃ見てます。何回も見ましたよ、それは。面白いんだもんだって、ね、ビバン。ね、ありがとう。いいな、ビバン出て。ありがとうですよ、本当に。いや、嬉しかった。ドラマとか見るんですか、自分で。あ、たまに、はい、たまに見ます。下克上球児とかも、あ、途中まで、途中ですか、はい、どうなんですか、小向井さんとか、小日向さんがさ、はい、出てるじゃないですか、はい、2連続で、はい、何やってんだと思わせなかった。長野専務から。長野専務だったのに、急に。今ね、犬塚、全然長野専務の知らない一面がいっぱい見れる。長野専務だと思って。知らない一面じゃないです。はい、で、そういう、やっぱ続けて放送されると、なんか続いちゃってて、ね、あれ長野専務何してるんかなあ、野球が好きで。確かにね、同じ曜日の枠でやってるとね。なりますよね。ビバンの現場でもすごい小日向さんが、うん、僕撮影の日よく行ってるんですけど、うん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 、小日向さんからも、うん、今日も来てるんだ、頑張ってるねってこう褒められたんで。そっか、共演っていうかね、うん、同じシーンはないけど。絡みない。絡みはないんですけど。ないけど、でも現場に行ってたんだ。はい。へー。でも
小日向さん、もう前から小日向さんすごい大好きで、こんな風に自分が大好きだった人にこう褒められるっていうのがすごくもう本当にあのビバンありがとうございます。いいですね。本当いろんな現場に行ってたんだな。じゃあちょっとこちらのコーナーにもお付き合いいただきますか。はい。今日のスポットナイツ。この時間はゲストが今一番気になる話題を伺っておりますけどもね。何でもいいですよ。まだなんかお話してないことなんかね、あることとか。はい。これからこうしようと思うこととか。まあ最近僕ハマってることはあるんですけど、あの、ビバのテーマ曲をこう聴くのが楽しくて、ここ今日も現場来る途中に、そのイヤホンで、あの、ラジオね、あら、はい、たら、あ、それ、流れましたよね。はい、それ聴いてくるのが、この音楽で、これ聴くともう、さあやるぞっていう。ああ、そっか。そうなんだ。もう、なんだろう、出囃子というか、もう自分、はい、自分のだってもう、はい、テーマソングじゃないですけど。はい、ねえ、で千住さんもね、この番組、はい、ゲストに来てくれたんですよ。はい、いや、実は千住さんの曲は本当人を元気にさせてくれる曲で、本当素晴らしいな。一個だけ注意してほしいのが、はい、あの大使館に乗り込んでいくときに、あのワルキューレの曲が流れるじゃないですか、うん、あれを聴きながら車を運転してると、うん、もうパトカーにこう突っ込みそうになるっていう、その注意があるの。走行車じゃないからそこだけ注意していただけたらなと。走行車で普段走ってないからまだ役抜けてないじゃないですか全然突っ込んじゃダメですよ。音楽の力ってすごいなこの曲入るとすぐにね、なっちゃうってことですよね。スイッチ入るでしょ、なんかね。あの気になったことで言うと、うん、やっぱあの土屋さん普段メガネかけてるのに、うん、メガネ取るとすごいイケメンなんやなって気になって、いやそうやっぱり気になった、気になりました。え、土屋さんって分かりましたか？いや最初スタッフの方がどう思ったそういう顔してました。だからもうすぐに名乗りました誉れですよ、誉れ。ドラムさんにもそうやって言ってもらえたらね、言われたら嬉しいですね。伊藤麻子さんに間違われることはないですか？自分ではちょっと似てるなと思うとき。あ、ありますあります、はい、やっぱ髪を後ろにこう上げたりすると、ね、あ、似てるなと。そう、もう最近ニッチェの近藤とか、うん、その魔石の女芸人が、ね、軒並みね、ドラムさんの真似を拝見させていただいて。なんかね、メール来てたんですよ。あの、髪の毛についてのメールが来てました。うん、はい、のり巻きカツサンドさん、うん。いつも髪を束ねているのでわからないんですが、はい、毛量が多いようにお見受けします。はい、キューチくるバッチリのツヤツヤですし、はい、なんか特別なケアされてるんですか？いや、それが本当に全然何もしてなくて、うん、シャンプーもリンスインシャンプーでもうちゃちゃっと洗っちゃって、たまにもボディソープで洗おうかなって思うぐらいの、はい、多分なんですけど、やっぱ力士で毎日こう瓶漬け油でこう引っ張ってたんで、それがなんか関係してんのかなーなんて。毛根が強くなったみたいな。毛根が強くなった。あ、ミニシー剥げてんじゃないですか。ええー、そん、全然、はい。僕は身長が低いんで、すぐ、目線が。すぐ話題変えようとしないから。見えてません。見えてないんですよ。見えてません。見えてないですか。アミニシキ関の頭頂部は見えてません。あ、見えてないですか。あ、アミニシキはもうあの、笑顔が印象的なんで、もう顔に、あの、意識いっちゃってる。頭の方には目がいってないですっていう。これは完璧な後輩ですね。完璧な後輩。さすがに。ね、完璧だわ。で、僕はあの花輪さんのお兄さんの方の花輪さんが昔好きで、あの佐賀県って言うと、僕はあの小学校の時、輪ゴム係っていうあの輪ゴムを管理する係だったんですけど、その輪ゴム係が、あの、その輪ゴムをギターみたいにこう弾きながら SAGA 佐賀を歌うっていうのを、お楽しみ会とかでよく。小学校の時やってたんですか？やってましたね。すごい、激レアエピソード聞きました。まず、輪ゴム係って何ですか？すごい、今、今日一のエピソードじゃない。輪ゴム係だったんですか？どこのメディアでもまだ言ってないですよ、ね。まだ言ってないです。輪ゴム係で SAGA やってた。やってました。やった。初おろしですよ、輪ゴム係の話。うわ、気になる。こんなご縁ってあるんやなと思って。本当ですね。ご縁ですね。いや、もうそろそろお別れの時間になってしまいましたけれども、うん、はい、じゃあちょっとね、ドラムさんからお知らせお願いします。はい、はい、超話題作 TBS 日曜劇場ビバンのブルーレイ &DVD が12月27日に発売されます。買おうかな。 TBS ショッピングでの12月10日までの予約に限り、おいおいおい、福澤克夫監督、堺雅人さん、そして私ドラムの、うん、オンライントークイベント参加券が全員についてきます。おい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 、ぜひこの機会にビバンのブルーレイ &DVD をご予約ください。
そして、ビバンのノベライズ上下巻が不走者より発売されています。上下巻合わせて15万部突破の大ヒット、TBS ショッピングや各書店でぜひお買い求めください。よろしくお願いします。すごい情報じゃないですか。これオンライントークイベント参加券全員についてくるの、はい、12月10日までの、はい、ちなみにこのブルーレイ DVD なんですけど、はい、未公開映像が40分と舞台裏がなんと4時間超えという、ちょっと、はい、で最後のエンドロールが本当にかっこいいんでぜひ見ていただけたらなと、私ドラムがちょっと泣いてるシーンとかも入れたりするんで、はい、そうなの、はい、買うじゃん。わーということで、今日のゲスト富坂ドラムさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか。はい、実は建設現場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか。皆さん建設現場と聞いて大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性がありますよ。そんなにですか。すでに対象者が亡くなっている場合は。ご遺族の方が対象です。ご家族の仕事に心当たりのある方の確認はとても大事ですよ。ではまずはどうすれば。まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。タイヤが安いキャッシュバックセールやってます。今月26日日曜日までタイヤがお得。詳しくはホームページで。イエローハット。ワウワウで独占放送配信。ビーズベスト選曲による5年ぶりの全国ツアーからファイナルを飾ったスタジアム公演を全曲ノーカットでお届け。11月25日土曜午後7時。ワウワウを見逃すな。皆さんお疲れ様です。伊集院光です。22日水曜日の話の種は家にある古いもの。ずいぶん前から家にある家電やなぜか割れずに残っている茶碗など皆さんの家にある古いものご紹介します。伊集院光の種は今日夕方5時30分から。ラジオリビング箱崎みどりアナウンサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の日本放送ラジオリビングは先月ご紹介して大好評、うん、老舗百貨店松屋銀座外商部厳選ハンガリー産5つ星ロイヤルゴールドラベルの高級毛布団を改めてご紹介します、うん、東京銀座にお店を構える明治2年創業の松屋銀座さんがラジオリビングのためだけに軽さ、暖かさ、寝心地の良さ、そして品質にこだわったとっておきの商品をご用意してくれました。円安の影響もあって羽毛布団の販売価格は市場的にもおよそ2割値上げというニュースもありましたが、20年以上羽毛布団を販売してきたラジオリビングです。お値段据え置き限界価格でご紹介します。ただし準備している原料限られていますので値上げせざるを得ない状況にもなりかねません。お早めに。今週末年末の寒さと言われてますからこれからねどんどん寒くなりますのでね、お早めにご準備ください。高い布団で寝たいですよね。そうなんですよ。で羽毛布団といってもダウンの割合が 50% から 70% で残りは空気を含まない羽の軸の部分のフェザーというものもあるんですが、ダウンが少なくフェザーが多いものは肝心の暖かさが今一つ、今回の商品はダウンの量が 90%。 さすが百貨店が選んだクオリティ、あったかくてふっかふかです。こちらにあるんですけれども、なっちゃんどう、すごい、あ、ちょっと大丈夫ですか。おっさん戻ってくるんですよ。うわ、本当だ。膨らむっていう空気が、空気と、そうなんです。すごい柔らか、あったか、あったかいですよね。すごい、ちょっと触れてください。あったかい、あったかい、あったかい、すごいすごい。中に入れてほしい。本当だ、中に、すごいあったかい、
すごい高い。寝ちゃふわふわ寝ちゃいそうだった。寝ちゃいそうだやば。寝かけてた。この布団が体に、ね、こうまとわりついて暖かさの空気の層を作りますので、うん、あごめんなさい、うん、本当に、ね、暖かいんです、うん、であの大きいのでねあのスタジオでちょっと今あのどうしようってなってますけれどもそんなねあの大きくて暖かい布団、老舗百貨店松屋銀座外商部厳選ハンガリー産5つ星ロイヤルゴールドラベルの高級羽毛布団、リビング調べでは同じランクの羽毛布団が18万9000円で売られていました、もうただでそのお値段も納得のこのクオリティなんです。しかし今回税込み29,980円、6分の1以下の、6分の1以下ですか、はい、お値段です。そして2枚組さらにお得、税込み59,500円です。その上特別に通常5,000円以上するシルクのような滑らかな肌触りの羽毛布団の高級カバー、蝶々面じゃん、はい、蝶々面もお付けします。蝶々面ついてる、蝶々面ついてきます。濃い裏がいけーなこれ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 までどうぞ、うん、松屋銀座外商部が一番こだわったのがダウンの品質です、うんうん、暖かさを重視し保温性が高いことで有名なダウンの名産地ハンガリー産のダウンを使用、一度使うと素晴らしさ感じていただけると思います。ご購入いただいた方からは10年以上前のものからの買い替えですがふわふわ感と軽さの違いにびっくり暖かいですとか、うん、家族で使っています、子供たちが朝お布団から出たくないというほど気に入っていますなど、うん、嬉しいお声が届いています、うん、安心してお使いいただけるように今回も松屋銀座外商部の品質保証書付き、色はピンク系ブルー系からお選びください。老舗百貨店松屋銀座外商部厳選ハンガリー産5つ星ロイヤルゴールドラベルの高級羽毛布団、シルクのような滑らかな肌触りの羽毛布団の高級カバー蝶々面もつきまして税込み29,980円、2枚組はさらにお得、税込み59,500円、ダブルサイズについてはお尋ねください。関東1都6県は送料込み、お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。ラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからもご注文いただけます。こちらもぜひご利用ください、はい、箱崎みどりアナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。また、他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。鶴子でおま、田中美和子でおま、鶴子の噂のゴールデンリクエストでは頑張りましたリクエストを募集中。お宮子様、いつもスムーズな進行ツッコミよく頑張りました。あら、ありがとうございます。アシスタント卒業です。なんでやねん。鶴子の噂のゴールデンリクエストは今日夕方6時から。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りします。日本放送ザ・ラジオショーデイリースペシャル。ビバン見てたからドラムさんと喋るの緊張したね。
私は会うの2回目だから緊張しなかったよ。なんで翻訳アプリ使ってんだよね。いや普通に喋ってよ。とても物腰の柔らかい方で楽しかった。なんで翻訳アプリの声が阿部寛さんになってんだよ。阿部さん別の役で出てるややこしいでしょ。土屋さん口答え？やるかここで。怖いな。そんなこと翻訳しないでもらえる？まあまあ落ち着きましょうよ。誰よそれね。さっきから声がコロコロ変わるけど誰の翻訳アプリ？アルマフジです。ねえだろそんなの。トラムさん付け人やってたけど、もっと聞き取りやすいアプリにしてくれ。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー。まあ、潰れてないでしょアルマフジ。アルマフジそんな声じゃない。違った。阿部さんの翻訳アプリもないし。さあ備えレシピショーのコーナーです、うん、はい。このコーナーでは防災と食をテーマに羽衣フーズさんの商品や誰でも簡単にできるレシピを紹介していきます。コーナーにお付き合いいただくのは管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉舞子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はリスナーさんからいただいたメッセージをご紹介します。メールを送っていただいた方の中から抽選で1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。それでは早速メールご紹介しましょう。はい、東京都にお住まいのはるかさん38歳女性の方です。このコーナーがきっかけでローリングストックという言葉を覚え、買い物の仕方が少し変わりました。前までは防災意識が、低かったのですが、毎週自然と知識がついていることを実感します、うん、これからも楽しみにしています。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。もう防災は繰り返しお伝えすることが大事だと思うので、うん、毎週水曜日にお伝えできることとても嬉しく思います、うん、このコーナー2021年1月に始まりました、うん、皆さん、うん、このコーナーが始まってから防災意識など何か変わったことありますか？ローリングソックあ、やってるってことですか、うん、実践してるってことですか？そうそうそう。この自信満々な顔見ました？それにつきます。ありがとうございます。はい、ドリンクストーク。ありがとうございます、ね、はい、実践が一番ですよ。はい、ありがとうございます。まなみさん、東京都46歳女性、毎日職場にお弁当を持って行っています。のり弁が大好きなので作りますが、うんうん、のりがお弁当の蓋にべったりついて困っちゃいます。番組で紹介されたのり弁慶を試したところ、うん、大変食べやすく何より美味しくできました、うん、今泉先生ありがとうございます。ありがとうございます。のり弁慶あれ美味しいですね、美味しい、はい、私大好きなんですけど、先日11月14日、うん、NHK 朝一に私出まして、うん、はい、ふりかけを使った浅漬けご紹介しました。この大根、きゅうり、かぶなどを薄く切り、ポリ袋に入れて重量の 1% のお塩を入れて揉み込んで、うん、そうすると水分が出るので、うん、ギュッと絞って、うん、そこにのり弁慶振りかけると浅漬け風になってとっても美味しいんです。あ、はい、ね、いろいろなお野菜、いろいろなふりかけでも美味しいので、うん、ぜひお試しください。これはいいですね。のり弁慶すごいですね。のり弁慶美味しいです。ありがとうございます。この方、ラジオネームキングバッファローさん、39歳男性の方です、うんうん、だんだん寒くなってきて我が家もついにこたつを引っ張り出しました、うん、この時期は家で鍋を作りますが、羽衣フーズの商品を使った鍋のアイデアがあれば教えてください、うん、ありがとうございます、うん、おすすめはオイルサーディンのレモン鍋です、うんうん、2021年12月29日49回目でご紹介しましたが、うん、鶏ガラスープの出汁に白菜、エリンギ、春菊とオイルサーディンを入れて火にかけて、うん、最後に輪切りのレモン入れて蒸らすと出来上がりです、うん、でこれオイルサーディンでなくてサバの水煮やシーチキンでも美味しく作ることができます、うん、お鍋にするときはシーチキンはフレークでなく大きい塊のまんまのソリッドタイプ、うんうん、シーチキンファンシーっていうのがあるんですけど、はい、そちらをお使いください。おすすめです。ぜひお鍋で温まってください。いいですね、お鍋ね、美味しそうだな、やっぱり。いい出汁が出そうだし、はい、ね、うん、はい、さあ、はい、ということで、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではクオカードの当選者を発表しましょう、うん、なっちゃんお願いします。はい、クオカード3000円分が当たった方は東京都にお住まいの38歳女性はるかさんです、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございま す, いますこちらでぜひストック食品を買っていただいて、このコーナーで紹介した備えレシピ作ってみてください。ということで、このコーナーへのご感想や今泉さんへの質問、そして、
備えレシピを作ってみましたといったメールもお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com 件名に備えレシピ賞と書いて送ってください。お送りいただいた方の中から1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。来週はストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介いただきますのでよろしくお願いいたします。レシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するのでそちらで確認してください。そして番組特設ページでは羽衣フーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますのでそちらからご応募ください。今泉さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。以上羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショーでした。例えば災害などもしもの時、不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。羽衣フーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし始めませんか。羽衣フーズ。人間どもよ、この世界を滅ぼしてやる。そうはさせるか。くらえ、ローリングストック。解説しよう。ローリングストックとはいつもの食材を多めに買っておいて食べた分だけ買い足す新しい備蓄方法なのだ。おいヒーロー、それってもしもの時でも普段通りの食事ができるってことか。そうだ、安心だろ。教えてくれ、お前の名は。ハグロモフーズ。ハグロモフーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間はハグロモフーズがお送りしました。時刻は2時52分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。北朝鮮が軍事偵察衛星の打ち上げに成功したと伝えたことに関し、松野官房長官は今日の記者会見で、政府としては現時点で地球周回軌道への衛星の投入は確認されていないと述べました。その上で分析には時間を要すると語りました。今般の発射に関する詳細な分析については所要の情報をもとに総合的専門的に分析を行う必要があり、相応の時間を要することになります。破壊措置命令の継続については今後各種情報の分析評価を続ける中で適切に判断してまいりたいと考えております。次に、大麻に似た成分を含むグミを食べた人が体調を崩し相次いで搬送された問題で、厚生労働省は今日、東京都内のグミ販売店で見つかった製品から検出された合成化合物を医薬品医療機器法に基づき指定薬物に指定しました。来月12月2日から所持や使用、流通が禁止されます。指定薬物となったのは合成化合物の HHCH ヘキサヒドロカンナベヘキソールです。ただ今後も HHCH に似た成分が新たに流通する可能性があり、類似の構造をまとめて禁止する包括指定も検討しています。対話型 AI のチャット GPT を開発したアメリカの新興企業オープン AI の CEO 最高経営責任者を解任されたサム・アルトマン氏の復帰がオープン AI で話し合われていることが分かりました。アメリカのブルームバーグ通信が21日報じたもので、オープン AI の大口投資家も参加し、アルトマン氏と取締役会が協議しているということです。公明党の山口代表は今日午後、中国の首都北京に到着しました。明日まで滞在し、中国共産党中央対外連絡部の劉建長部長ら要人との会談を調整しています。実現すれば東京電力福島第一原子力発電所から出る処理水の海洋放出を受けた日本産水産物の輸入規制の解除を求める構えです。おしまいに、プロ野球オリックスからポスティングシステムでアメリカメジャーリーグへの移籍を目指す山本由伸投手の代理人が21日オンラインで取材に応じ、10球団以上が山本投手に関心を示していると話しました。
代理人のジョエル・ウルフ氏によりますと、これまでの選手の中で最も多くの球団が関心を示しているとし、10球団以上15球団未満と明らかにしました。メジャー球団との交渉は21日から解禁され、交渉期間は日本時間の来年1月5日午前7時までとなっています。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。山田裕貴です。山田裕貴のオールナイトニッポンクロス、初めての番組イベントを開催します。その名も山田裕貴のオールナイトニッポンクロス横浜アリーナ王に俺はなる。来年1月13日土曜日、横浜アリーナで開催。ぜひお越しください。横浜アリーナ王に俺はなる。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン、 The Radio Show。いただいてます、はい、ラジオネーム柴犬子さんです。さん、ドラムさん、話す言葉一つ一つにお人柄の良さがにじみ出ていて、さらに大好きになりました。そして撮影1ヶ月前からスタッフの方々と過ごしたり、はい、自分の出番ではない時も撮影を見学されて勉強したりと、ビバンのあの素晴らしいドラムが誕生したのも納得でした。これからのご活躍も注目させていただきます、うん、そうだね、撮影ない日でもね行かれるってすごい、すごいよね。いいですね。やってみたらやっぱ本当めちゃくちゃいい人でした。あの現場のね時もね、はい、うん、大事ですよそういうのね、うん。台東区徳メロさんです。ドラムさんお人柄の良さが電波から伝わってきました。ビバン毎週楽しみに見ていたので裏話が聞けて嬉しかったです。輪ゴムの話が気になりすぎるのでぜひまたゲストに呼んでください。そう、小学校の時輪ゴム係ってね、なかった、うん、管理するんですね。輪ゴム係って何なの、それ輪ゴムだけなの。輪ゴムで、輪ゴムってそんなにある、小学校の中で備品係とかじゃなくて、ね、輪ゴムオンリーってことですかね。輪ゴムオンリーのいいような言い方だったよね。ホッチキス係もいたんじゃないですか。そうだから細かいんだね。細かく、ホッチキスの新係もいたのか、新係もいたのか。いやそれはホッチキス係なの、ホッチキス係とホッチキスの新係分かれたらすごい、分かれてないのかな、うん、ね、輪ゴムはギターで、あ、輪ゴム、輪ゴム系だから、弾いて、うん、弾いて、うん、遊んじゃってる。だからもうさ、本当やることなかったんじゃん、輪ゴムだから。言ってもそうだよね、何本とか決まってるのかな、ね、ベースだからね、あれ。そうですね、それを俺引っかかってたんだ。まあそれは、まあ、はい、いいじゃんそれは。そうですね、まあ、4弦か6弦かっていう話したら確かにね。まあまあっていう、そんなとこまで言われるわかんないよ、思ってないでしょ、小学生の時から。そんな詰めなくてもいいですから、ね、そんな詰めなくていいです、いいです。はい、ね、ドラムさんいい人です。いい人、あのなんか特典映像4時間ですよ、すごくないですか。あれ気になったでしょ、めっちゃ見たくないですか、ね、4時間舞台裏、ね、すごいですね、時間まとめてるということですから、はい、まだまだメールもしてます。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか。カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 1577-999、 出張買取はカメラの北村。ここで日本放送の相談事業、生活の窓口のお知らせです。相続や生前贈与、何かしなければいけないけれどどうしていいかわからない、そんなお悩みお持ちではないですか。そんなあなたにぴったりなセミナーが開催されます。12月10日日曜日午後1時30分から日本放送イマジンスタジオで、今年の贈与は今年のうちに、生前贈与の活用法というセミナーを開催します。相続と贈与って何が違うの、生きている間にお金を渡してあげたいけどもしもの時に不安だし、そんな悩みをすっきり解決、相続や生前贈与の基本から実践まで分かりやすく解決いたします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-734-899 0120-734-899、 もしくは日本放送生活の窓口セミナーで検索してください。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz、 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93、 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。
からジムドラムじゃん案内してくれたよ。そうだよ、ね、クリスタルジム、ここトイレですよとか、うん、言えます、ここで着替えるんですよとか、はい、そんなのさ2、3日行ったらさ、なっちゃんがアテンドしてくれたから、ここめちゃくちゃチャレンジだったから、わかるわかる、ここで水飲めますよとか、わかるわかる、全部ね教えてくれたから、そやっぱり、はい、そんな別に広くだらっ広いとかじゃないでしょすぐわかるよそんなもん、ジムでは行けるな大人なんだから、辛坊治郎ズームそこまで言うか。お休みの辛坊さんに代わって水曜日のピンチヒッターは作家の武田恒康さんです。岸田政権から外交安全保障まで武田恒康さんが無邪気な視点で忖度なく物申します。ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。ファンファーレの音、はい、わかります、はいはい、これ全然クイズじゃないんで、はいはい、あ、プリのコーナー、プリじゃないです、すみません、今日プリじゃない、ごめんなさい、ファンファーレの音、あの口で言ってないから、まず擬音で言ってないんだ、イントロとかじゃなくて、そうかそうか、プリのコーナー、プリのコーナー、プリじゃないです、違います、違いますか、はい、久々に競馬ファンが高揚するこちらの音、秋の G1 シーズンにちなんでこの時間こちらの企画をお届けします、ナイツザ秋の G1 ショー。はい、ゲートが開く音、はい、正解、いや、これはプリっぽいけどね、これはプリっぽい、ちょっとプリっぽいけど、イエスプリですけど、でもクイズじゃないんですよ、はい、ナイツザ競馬ショーですね、まあ、たびたびね、この番組でもやってますけれども、はい、今日はパートナーのなっちゃんに馬券を予想してもらって、うん、日本放送からの軍資金1万円で購入、うん、見事当たればもちろんラジオ機の皆さんに全額還元サービスをしようと思っております。まあ、ここ数回はですね、木曜日のはるかちゃんが挑戦する機会多かったですね。はい。はい。まあ、何回も当たったりしてました。うん、今回はなっちゃんが予想してもらいます。なっちゃんも当てそうだな、なんか。はい。ということで、今回予想してもらうのは、今度の日曜日、11月25日に東京競馬場で開催の、ジャパンカップとなっております、うんうんうん。はい。ジャパンカップはですね、1981年創設の、日本初の国際 G1 で大変優秀あるレースです。各世代のトップクラスが集うクラシックディスタンスの大一番、うん、東京競馬場2400m 芝定量3歳以上オープン、うん、そして今年から1着倍の賞金がさらに1億円増額されまして、本賞金5億円の国内最高峰レースとなっております。1億円増えるの、とんでもないです。うん、はい、ただ、まあ、この中にちなみにパンサラッサっていう馬がいますけど、うん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 、この馬は、サウジカップっていうのを買ってまして、そのサウジカップ一発で、うん、確か13億円とか、取ってますよ。はい。もう今回のメンバーとにかくすごいです。総賞金とんでもない額になってますけども、世界最強を決めるレースですけど、うんうん、まあ、この日本馬のこのメンツの豪華さがすごいです。過去最高なんじゃないかな。こんなに、もう本当なんか競馬のもう漫画の最終回みたいな、あのメンバーです。本当に。本当に、うん、夢みたいなあのメンバーが揃って、めちゃくちゃ、はい。めちゃくちゃ見たい。生で見たい。バキどれ？バキはね、バキはでも一番若いでしょ、うん、若くて、そうだね、半馬裕次郎っていう意味では3歳のやっぱリバティアイランドかもしれない。おい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 。で、うん、そうだね、お父さんも強いけど、うん、まあ、その本当にイクイノックスとリバティアイランドが、うん、抜けてる。もう半馬、バキと裕次郎みたいな感じだよ、俺は。リバティアイランド。すごいね、イクイノックスの人気も。ねえ、うん、さあ、ちなみに去年ははるかちゃんジャパンカップ予想して、うん、ワイドのボックス、結果惜しくも的中ならずだったんですけれども、うん、今回なっちゃんぜひね借りを返していただきたいと思います。イクイノックスドーデュースタイトルホルダーで早いな。イクイノックスドーデュースタイトルホルダーずっと言ってる、ずっと言ってるの。なるほど。イクイノックスはもう今とんでもないです、うん、G1 5連勝ええー
無敵じゃん、行くに。で、もう前回の天皇賞秋では1分55秒2っていう、うん、信じられないレコードを多分世界レコードで買ってて、今世界レーティング1位の、じゃあやめた方がいいかな。まあ、もちろん当然人気にはなります。みんな穴を狙ってくる。予想オーツは多分 1.3 倍とかそれぐらいになると思うんですけど、どうしたらいいんだろう。でもずっとイクイノックスって言ってたから、まあそうだね、言ってたよね、ずっと言ってた。イクイノックスでもいいと思いますよ。ゴロがいい、はい、ゴロがいいんで、うん、ただその前回1分55秒で走った反動っていうのはあります。1ヶ月前に走ってますけども、うん、その疲れが見えない、疲れがあるかもしれない。1ヶ月じゃ回復しないですか。しづらいぐらいのレースでしたね。これでジャパンカップもぶっちぎるようだと本当とんでもない馬、とんでもないのか。ただそういうちょっと陣地を超える走りを今まで見せてきた馬でもあります。じゃあイクイノックス。イクイノックスね。イクイノックスでいきますか、うん、イクイノックスの、じゃあどうする、単勝1万もういっちゃう、うんうん、まあ、1万2千円ぐらいになるかもしれないけど。いいよ、もうなっちゃうから。いや、いいですよ。わかんない。でもな。いや、もう勘でいいよ、なっちゃうの。やっぱりこう、ひらめきだから。イクイノックスドーデュースタイトルホルダー、うんうん、なんか3頭のやつで、3頭でもいいですよ、うんうんうん、3連複とか、うん、それ順番が一緒じゃなきゃダメなのと、は3連単、うん、3連単はなかなか当たんないよね。まあ1点で、まあ、でもイクイノックス頭だったら、うん、割とそういう買い方もありかもしれないですけどね。イクイノックス、うん、ドーデュース、ドーデュースタイトルホルダー、お3連単、うん、おすげえな。リバティアイランドは馬連でもいいですよ。うん、馬連5000円ずつ、イクイノックスドーデュースとイクイノックスタイトルホルダーとかね。あ、ちょっと早い言ってることが。なんて、いや、で1着2着に来る馬連とかを、流しで、うん、イクイドーデュースの馬連とイクイタイトルホルダー。2500円ずつで4パターンでもありってことですか？ 4 パターン。イクイノックスドーデュース、はい、リバティアイランドタイトルホルダー、うん、リバティアイランド来た、イクイノックスタイトルホルダー、うん、リバティアイランドドーデュースでもいいですか。いいですよ。はい、それで、じゃあそれで2500円ずつ、はい、それでお願いします。生まれんでいいですか。はい、なるほど。でもイクイノックス中心に、はい、はい、中心に考えて、はい、リバティもいいですからね。リバティも G14 連勝中ですから。うーん、そこが当たるって熱くない？ G15 連勝中と G14 連勝中、うん、そうだよね。でもドーデュースとタイトルホルダーのやつも欲しいから、2000円ずつにしても5パターン、5パターンで、他はいいの？はい、大丈夫。栗の女神エースとかは？栗の女神エースとかいいの？いいの？ん？栗の女神エースとかいいの？いや、それ余計なの。もう、悩まさないでください。栗の女、わかんないから。わかんないから。この辺はね。じゃあ今のをまとめていただいて、はい、5点で、はい、はい、まれ、はい、まとめたやつをホームページかなんかに載せとくのかな。はい、はい、その今言った、ね、クイノックスで、はい、2000円ずつで、うん、あともう1個言いましたよね。それは、イクイノックスドーデュースです。イクイノックス、違う、間違えた。タイトルホルダードーデュースです。あ、なるほど。タイトルホルダードーデュースの生まれも買うと。はい。はい、イクイノ、最初言ったのは、イクイノックスドーデュース、はい、イクイノックスタイトルホルダー、うん、はい、リバティアイランドドーデュース、リバティアイランドタイトルホルダー、はい、イクイノックス、あ、どうしようかな。なんだよ。だから、うん、イクイノックス、リバティアイランド、ドーデュース、うん、タイトルホルダーの、まあ、ボックス、うん。でも、リバティアイランド、イクイノックスもあるってことだもんな。なるね、はい。そうだね。それ言い出すともうそうなんだよね。はい。うん、それも1個。はい、じゃあ、ボックスで6点でいいですかね。はい。あ、でも5にします。あじゃあ、お時間ですね。はい、あ、お時間。じゃあ、イクイノックス、リバティアイランドはちょっと、もう置いときます。落ち着かないので、はい。はい。はい、それなしで。その5点で。5点でお願いします。はい。いきましょう。はい。ということで、この結果になるように的中を願いたいと思います。はい、レースの模様は日曜お昼2時30分から、土田照之日曜のへそでお楽しみください。うん、見事的中した暁には、リスナー還元プレゼントをしますので、どうぞお楽しみに。以上、ナイツザ秋の G1 ショーでした。ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。
代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10であなたが受け取れるかご確認ください。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけどすぐにはわからないでしょと大思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。車たかしは中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば大手買い取り店から近くの買い取り店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買い取り店によってなんと平均18万8000円も買い取り額に差があるんです。車を高く売りたいなら車たかしで検索。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？まず建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性があります。そんなにですか？はい。また工場も同様で、皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なのでご家族の確認はとても大事です。ではまずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。メールいただいておりますけども、はい、ラジオネーム波乗りトマトさん、うん、私にとってのドラムは明太子です。ほう、毎朝食べるのは明太子のおにぎり、うん、夕飯でなんか物足りない時も明太子さえあればご飯のお供になるので、うん、私にとっては欠かせません、うん、将来的な痛風だけが心配です。まあ明太子間違いないよ、ね、食べ過ぎてると明太子間違いないよ。本当に魚卵って美味しいですよね。美味しいよね、うん、いつもういつでもどこでも食べれるしな。本当に楽だし ね、なんかこう作るのも簡単だしね。明太子嫌だって思ったこと一回もないですもん。分かる。どこに出ても嫌だ。どこに出ても、はい、なんか嫌だって な、まあ、なんかなっていう時あるじゃないですか。食材でお弁当とかでもここにこれはいらないなっていう、まあ、別にみたいなあるけど、明太子って絶対なくないですか。パンにも合うからね、うん、明太フランスとか。そう、うん、そうだね、すごいよね、はい、全部合うもんな。またマヨネーズなんかが来た日にはそう、マヨネーズさらに深みが、マヨネーズも絶対なんだろう、嫌、うん、だと思わないね。絶対ないですよね。思わないね。なんでマヨネーズなんだよって思ったこと一回もないですもんね。一回もチャーハンもね。チャーハンもないですね。ないね。チャーハンじゃ、楽屋の弁当ってさ、チャーハンでいいんだよね、いつも思うんだけど。まあまあチャーハンはなんか幕の内弁当とかなんですよ大体。チャーハンでいいんだけどね。まあチャーハンいいですよね。チャーハンでいいよ。楽屋の弁当も。うん、俺チャーハンでいい。楽屋の弁当。なんかもうそんな。あんかけチャーハンとかいいですよ。え？あんかけチャーハンとかいい。あんかけチャーハンいやだ。いやですか？選択肢の一つとしてはいいけどさ。絶対チャーハンっていうのは嫌だな。絶対チャーハンでいいよもうずっと。毎回チャーハン。もう一生チャーハンでいいです。楽屋弁当。はい。うん、そんないいです。20種類のなんかおかずとかいらない。チャーハンね、うん、美味しいですよ、ね、和食の時もね、うん、チャーハンでいいけど。日本チャレンジドアスリート、この時間はアース製薬がお送りします。ありがとう。という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん？ローソン？その通り。ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ ATM ならローソンへ。
美味しいビールの CM ではありません。お風呂上がりの美味しいビールをお届けする入浴剤の CM です。炭酸の温浴効果でとびきりのお風呂上がりを、アース音符。美味しいビールの CM ではありません。お風呂上がりの美味しいビールをお届けする入浴剤の CM です。炭酸の温浴効果でとびきりのお風呂上がりを、アース音符。ビールもお風呂も最高です。お酒は二十歳になってから、いい湯は二十歳になる前から。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。1時からお送りしてきました日本放送ナイツザラジオショー、そろそろお別れのお時間となりました、うん、この後はズームそこまで言うかです。ぜひお聞きください、はい、明日は勤労感謝の日ということでラジオショーはお休みですが、11時半からのビバリーヒルズはあります。我々も、うん、出演します、はい、ぜひお聞きください、はい、高田先生とナイツでお届けします。楽しみ、うん、そして来週のラジオショーは3時のヒロインがゲスト、はい、福田さんが富士のドラマの主演に決まった、なんかニュースになってたな、ですね、うん、ゆめっちも帰ってきて ね3人で来てくれ。ゆめっちはなんか可愛くなっちゃったから、あの海星に似てるって言いづらいんだよな。力士の海星に似てる。かなでさんは何に似てる？徳総理。それであの出たんだもん、だってあのあれに、ね、ジャンクスポーツに。似てますっつって2人で出たんだもんね、うん、出てた、うん、そうです。強いしですもん、かなでは、かなで、かなでなんかめっちゃ強いんですよ。強い、高野菜、うん、オールスター高野菜 で、ね、みんな倒したでしょ、かなでが。バッシンバッシン投げて、ノブコブの吉村くんとか飛んでましたもん。えっつって。強っ。マリアがさ、相撲やってんだよ。はい、あ、やってますね。うん、あ、そう。イーちゃんやってますよね。イーちゃんがやってんの、ね、女相撲。へえ、うん。で、今度さ、来週か。あの漫才協会相撲決定戦やるの。で優勝した人はさ、うん、ガガ丸と最後対戦させる。元力士、本物の力士、ガガ丸。勝てるわけない。大丈夫ですか？優勝賞品とかないですか？奏でちゃんと、うん、なっちゃんどっちが強いのかも気になるしね。いやー、もう自分はもう全然勝てないと思います。あ、そう。はい。奏でちゃん強い。いや、若い人の何でしょう、覇気というかに負けると思います。あ、そう、はい、力士だね。ザ・W、 アスリートのコメントだね。もう一つの戦い、ザ・W、 あ、ザ・ S、 ザ・ S、 ザ・スモーチャイズ、ザ・ S、 ザ・ S。 いや、すごいな、うん、楽しみ。トランポリンのメール、セルフおやつさん、めっちゃ来るな。フィットネストランポリンは、うん、最大200キロまでいけるみたいですよ、わー、すごい、うん、どうですか、ということで。すごいすごい、どうなってんの、やりたい。走ってんじゃん、なんかトランポリンの上で、モデルさんが。すごい、90センチ折りたたみ式、へえ、でなんかバーもついててね。欲しいの、これ欲しいの、ちょっと調べよう。200キロいけんだ、200キロいける、やばい。半年後ぐらいにこの上で飯とか食ってくる。使わなくなって鍋とかしてるよ、この上で。チーズフォンデュとか。バランス悪いな。やってますけどね、はい、ということでここまでのお相手はナイツの土屋伸之と花伸之とメイプル超合金安藤夏でした。また明日。
ai có hẹn gì đâu sao vẫn đợi. Cơn mưa chiều làm vơi vơi nhớ thương, giọt mưa rơi hay giọt lệ tủi hận như ngàn sợi tơ vương đan tóc rối. Mưa giăng mắt cho lòng ai lạc lối, ảo ảnh vô theo sương khói dần tan, tình trái ngang duyên kiếp lắm bẽ bàng. Mong mỏi đợi trong dở dang nuối tiếc, đường sương gió bước độc hành mải miết. Đời phù du đâu ai biết ngày sau, tìm dư hương trong mưa gió nghẹn ngào. Sầu nhân thế muôn ngày sau vẫy gọi, tàn giông bão niềm đau còn đọng lại, chờ trong khi rượu vợi tình ta. Ai hẹn đâu mà mắt đẫm lệ nhòa, thương ra giết cuộc tình xa vạn dặm. Mororanai, 幸せがあることを